ありがとうございます。今日はちょうど向こうを使ってますので、この講堂でやらせていただきます。119ページをお開きください。ここのですね、この前のところは、大切なのは3行目ですね。我々の災難とか不幸とか病気とかいうことも最初は心の世界に作られるのでありますが、これも物質世界に現れてくるまでに、心の世界にまだ事件があるうちに直しておいたら災難が災難にならず、不幸が不幸にならず、病気が病気にならずに物質世界に現れてくるのであります。ここが大事なんですね。心の世界でまず現れるんだから、心の世界で直しといたらもうそれに災難に合わないで済むという、ここをね考えてないとね、心を変えたって運命が変わらないということになるわけです。これがね根本的な問題で、それでねその信仰を持ったりですね、いろんな宗教とか神様を信じたり、普段からいわゆる心がけがいいっていう方はね、それはどういうふうにこの悪い運から逃れるかっていうことがここに書いてある。最後の行ですね、米国カリフォルニア州ロサンゼルスの心霊治療科 P. ハワード夫人の手記には次のような一節があります。これはね、非常に教えられるんです。ある日私は朝食後皿を洗っていました。その時私は数マイル隔たったところに住んでいる友達を訪問したいという気が起こりました。私は仕事を簡単に済ませて外出の服装を整えました。その時突然私の気分が陰鬱になり、何者かに押し付けられるようで外出がとても嫌になりました。どうしてそんな気分になったのか私にはわかりません。私は服装を整えながら気分を引き立てようと努力しました。まあ、巧妙思想家ですからね、なんとかしてこう気分を引き立てようとした。努力しました。とうとう私は帽子をかぶって片手に手袋をはめながら戸口のところまで出ました。しかしどうしたことだか、とても耐えられない憂鬱なに襲われて、私は部屋へ舞い戻らざるを得ませんでした。どうしても部屋へもう帰らなきゃいけないの、いられないような気持ちになってきたんですね。そして、私は部屋に戻るとひざまずいて、神を一体これはどうしたことですかと尋めました。突然その答えが強いしっかりとした声で聞こえました。家に留まれ。私はその声に従って家に留まることに決めて、帽子を脱ぎ手袋もテープも金具捨てると、私の気分は晴れやかに明るい気分になってきました。私は家に留まれという声だと言いましたが、声という他に説明のしようがないので声と仮に言ったのであります。誰かが私を訪ねて来ようとしているので、家に留まっているような、いるように神から命ぜられたんだと思いました。ちょうどそれは私が宗教家として、まだ、霊的治療家として立った最初の年でしたんでね。最初の年でした。しかしその日は誰も訪ねてきませんでした。夜になっても依然として誰も来ません。それで私は何のことだと、馬鹿らしい友達のところへ訪問したらよかったという気がしてきました。ところがちょうど私が乗るはずになっていた列車に大事変が突発して、多数の死傷者ができできたのでありました。これは私の多数の経験中の一つです。私は私の直感に従って失敗したことはありませんと、こういうね、行こうと思っててもどうしても嫌になってきていけない場合がある。皆さんでもね、なんかしようと思ってね、どうしてもね、もう、やめた方がいいっていう、こうね、声なき声が聞こえることあるんですよ。そういう時はやめた方がいいんですよ。それ無理に押し切っていくとね、こういう悪い目に遭うね。特にね、真相感をしたり、生命の質を読んだり、お経を読んだりしてるとね、そういう神様に守られてっていうかね。で、皆さんはね、どうしてもね、感動の方をいつも持ってらっしゃい。これはもうね、感動の方を持ってるだけでね、そういう霊的な波動にね、導かれるんですよ。谷口先生はね、日本中の皆さんを幸せにするためにね、日本中の皆さんにね、感動の方を持ってもらう運動しようって言ってね、
私たち日本におるときはね、できるだけ多くの人に観音の方をね、ただね、成長ね、わからなくてもいいからこれ持ちなさいと。きっとあんたね、守られるからって言って僕ら渡してね。もういろんな例があるんです。もう観音の方を持ってるだけですからってね。奥さんが熱心に成長ねやってるのね、ご主人はあんまり知らないっていう人でもね。前に一遍話したけど、あの話はね、非常に僕はよく覚えてるんだけど、ご主人さんがね、建物、建築屋さんでね、3階上がってたら、落ちたのね、その日に限って。下にこう、1フィートぐらいの四角い、こう、長い切った石がたくさん置いてあった。その上にまともに落ちちゃったんです。で石ですから角へこう当たったら即死ですよ。ところは全然死ななかったのね。必ず奥さんがあんた持ってなさい。そう高いところに登るんだから落ちた時危ないからってね、そんなことないようにって。ところがその日に限ってね、まあ大きなシェパードがね、犬っていうのは大体ついてきてね、石の上ちゃんと座っとったっていうのね、これまた。犬は大体石の上座らないんですよ。それを腹当てて座ると、その上ちょうど落ちたんだね、またこれ。で腹がクッションになって、パーンと割れてね、で腹だけで、腹に空気入ってるから、まあ、クッションになったわけね。で、その人は全然気がしなかった。それから慌てて成長の信じ出したっていうのはね、まあ、まあそれはまあ、ともかくだけどね。しかし、神田の方をね、持たしとくだけで、ハワイでもね、ありましたよ。いろんな、僕はハワイ、最初に来た頃なんかもう何回もハワイにね、戦争当時いろんな話があったりね、ブラジルなんかでもね、タラを積んだね、トラックに敷かれたけどね、神田の方を持っててね、全然怪我しなかったっていう人が。まあいろんな例があるのね。だからね、観音の方だけは皆さん持ってらっしゃるという。これはね、アンテナです、神様の。僕はいつもそう思う。私たちも話したことないね。飛行機に乗るときなんか絶対話さないね。もう握ってるね、これをね。やっぱり気持ち悪いもんね。で飛行機ってのは気持ち悪い。下がないんだからね、やっぱり。やっぱりこう下があるってのは気持ちいいですよ。上乗って下がね、ずっとないとね、あんまいい気持ちはないね。そんなこと本部講師がそんなこと言っちゃいかんけどね。やっぱり気持ちのもんじゃないですよ。もう私はもう飛行機に今からね、もう随分前にまあプロペラの時からプロペラでね、ハワイまで17時間かかった時ある。そんな時代にもう飛行機に乗ってましたからね、最初に来たのは。しかしそれでもね、気持ち悪かったね、あの頃は。飛行機がね、夜になるとね、こうプロペラでしょ、真っ赤に焼けるんですよ。飛行機の窓からこう見るとね、赤い火がね、こう、通って、それでブルン、ブルン、ブルンやったでしょ。あら、まあ、いい気持ちはないね。これもうちょっと焼けたらどうしようかなって。感動の方を握りしめとったね。まあ、本部講師もそんなんだから大したことないね。まあ、そういうふうにね、こう、しかしね、清張先生でもね、清張先生がおいでになった時に、僕は随行しとってね、ブラジル行った時に。清張先生も一般。私がね、直感したことをその通りしてください。言われるんですね。で、先生の言う通りするとね、うまくいくんですよ。僕は一遍狂わしてとんでもないことになった。先生が言ったの聞かなかったね、僕は。そしたら、もうとてもね、いろんな妙な目に遭ったことあるんです。私のね、直感をね、狂わさないでくださいって言ってね、先生が言われたことあるんです。だからやっぱりね、普段から、この真相感をして、神様に波長を合わせてる人ってのはね、やっぱり神に導かれますからね。だから皆さんがお経を読んだりね、それから神を信じてる人っていうのはね、もうそういうふうに導かれるということをね、知ってらっしゃったり。例えばね、自動車の事故なんていうのはね、0.1秒とか2秒の差でぶつかるかぶつからないか決まるんですよ。本当にそういうもんなんです。だから瞬間的なことですからね、そういう問題はやっぱり神様に導いていただかないと、自分がいくら腕がいいって言ってね、ちょっとしたことで変なことになりますからね。はい、それでその次行きましょう。こんな体験ってのはね、成長に入ったらいくらでもあるんです。だから皆さんも知ってらっしゃるというね。また、高橋正夫さんの雑誌、生の第2巻11号に、三輪英子さんの火事にあった時の実話の筆記が載っていますが、それにも似たようなことが書いてありますから、その一節を次に抜粋させていただきます。これなんかもね、非常に考えさせられる。後から考えてみますと、神様のご都合は恐ろしいものと思いますが、私は子供に小さい時、自分から夜分寝る時にはすっかり着物を着せ替える習慣にしておりますが、そういうふうに限って頭が痛くてどうも気分が悪くて、シャツもズボンも着たまま寝させました。
私も頭が痛くて寝つかれないので、うつうつしておりましたが、その時にパチパチという音がしましたので、雨が降って 雨だれが落ちる音かと思っておりました。そうすると何とも言えない音がしますので、何かひっくり返ったのか知らんと思っておりましたが、ひょっと起きて障子を開けて工場に出ますと、上一面に燃え上がっていますね。おりました。三輪英子さんはそのように頭が痛かったために、自分は寝つきが悪かったし、子供は寝巻きを控えさずに いたので、いざ火事という急の場合に速やかに子供を連れて避難されることができたのであります。おそらく三輪さんのお宅が火事に遭うということは、ここの世界ではあまりに確定的に出来上がってしまったので、これを止めることができなかったのでありましょう。しかし火事が起こるということは、避けがたかったにしても、焼け死んだり怪我をしたりするような不幸と信心深い三輪さんの心とは、互いに類でないものは反発するという心の法則によって、互いに反発して、三輪さんは焼死と焼け道等の渦巻きの圏外に掘り出されざるを得なかったのです。そのためそこに起こるはずになっている火事を、それとなく予知して、三輪さんの、奥底の心、潜在意識は、その晩三輪さんを眠らせないでおき、子供も避難しやすいように寝巻きを着せず、連れ着のまま寝かしつけてあったのであります。三輪英子さんはまた次のように言っておられます。保険に入りますときにも、信心のおかげで神様のお引き立てが多いように思えたのであります。最初ある保険に入っておりましたが、その保険会社が新聞に出まして、どうも噂が悪くて不安でしょうがないので、これでは、まさかの時にも、にもらわれぬかもしれぬと思いまして、他に変わりたいと思っておりましたが、その時ちょうど東京火災になれば、社長さんも安田さんであるから、まさかの時にはもらえるだろうと思いまして、はがきを出して来てもらいました。ちょうど主人の留守の時に来ましたので、保険は捨て金でありますけれども、1万円ぐらい入っておかねば、まさかの時には半分も取れぬからね、などと冗談を言いながら1万円入りました。それは7月のことであります。そうして最初の保険会社の方を解約ということにしました。そして主人が変えられましたから、このことを申しますと1万円は多い。みすみす捨て金である。こういう一軒家で、うちより火を出さなければ、微笑することはない。気をつけさえすれば火は出ない。1万円も入らなくても良いと言われましたが、私は何を始末しておいても入っておきさえすれば、心配がないからといって、ちょうど7月に1回かけましただけで、もらうようになりました。それはただ1回の掛け金だけで9000円もらいました。そしてそれを得意先にの方に全部お渡ししまして、あとはどうにかこうにか切り抜けさせていただきました。今日こういうようにご贔屓になりまして、やらせていただいておりますのは、誠にありがたいことだと思っております。まあこういう話があるね。これ実話だから仕方ないんだよね。嘘でも何でもない。だからね、いつもね、子供を裸にして寝巻きに着替えさせて寝かすのにね、その日に限って頭が痛くて嫌になったというね、こういうふうになるんですよ。だから皆さん頭のいいのもいいことあるのよ。頭が良かったりくたべるのもいいことあるのね。だからそういうね、何でもね、こう、どういうふうに導かれるかわからないんです、人間っていうのはね。今日は気分が悪いなぁ、もう出かけるのやめようと思って出かけるのやめたら、出かけるのやめて何でもなかったら、行かなかったからわからないから、いいか悪いかわかんないけどね、出かけてたらとんでもないことになってるかもしれない。私は成長内に入ってね、僕はもう約束破るの嫌い、人に迷惑かけるの嫌いっていうのは性分だからもう、記者なんかも絶対もう乗ると決めたらね、向こうに約束したんだから乗るとこう、非常に型に入った生活が好きだったんですよ。ところが成長内に入って谷口先生が、記者に乗り遅れたのが一番いいんですよと書いたね。慌てたね、あの時は。乗り遅れた方がいいってこんなことあんのかしらと思った。しかし、こういう自由自在な考え方っていうのはね、私は知らなかったわけです。それは、乗り遅れる場合は、乗り遅れることによって導かれてるんだっていうことは知らなかったわけですね。そうなってくるとね、もう本当にね、どんなに悪いようなことでもね、それがいいことにつながっていくんだっていうね、信念ができてくるとね、とってもね、人生がね、すいません、セブンアップお願いします。
ですからね、人生がね、非常に楽しくなってくるんですよね。そういうふうに皆さんも考えてね、この話なんかもね、絶対に嘘じゃない、本当の話ですからね、お願いしたいと思います。こういうふうにね、これ私たちもね、体験談はもう、で、しっかり話聞いてるの。もうちょっとしたらね、こうなぜこうなるかっていうことがわかりますからね。これとね、反対の話と両方あるんです。だからね、悪い方へ悪い方へ引きつけられていく人があるんですよ。いい方へ行こうと思いながら悪い方へ悪い方へ行ってね、貸したらいかん人に金貸してね、取れなかったりね、ろくでもないことになってくるのがあるんですよ。もうそうなりますからね、これは後でね、いろんなことがよくわかります。これもう、これを知っとくとね、真相感とか、自分の心をいつも清めとくのがどんなに大事かってことがわかりますからね。はい、その次行きましょう。この話でもわかりますように、火事が他のいろいろな関係上、ある場所に避け得られないような場合でも、神によって守られているという強い信念のある人、ここが大事なんです。神によって守られているという強い信念のある人は、守られていないという事実、怪我をしたり損をしたりするような事実と、心の法則によって互いに反発してくる。ここのところ主人とかやね。しますから、怪我をするような事件や損をするような事件がいかに近くに出てきましても、まるで自分だけが油と水とが混ざらないように、自分の体とその不幸とが別々になっており、決して自分の運命にまで不幸が染み込んでくるという、来ることがないように自然になるのであります。ここ主人といてください。これ大事なところですよ。ですからね、ここにね、神によって守られているという強い信念のある人だと、これが大事なんです。だから強い信念を持ってね、私は神様に守られてんだと、常にね、自信持つことね。これが信仰ですよ。私は守られてんだと、私は必ず運が良くなるんだと、信じてりゃいいのね。なんぼやってもダメだなと思ってるとダメになっちまう。いいですか？もう、私なんかでもね、成長に入ってからね、もう僕の行くところは必ず良くなるんだと決めたのね。ただですからね、一文も変わらないんだから決めないんですよ。私が行くところろくなことがないなんていう人がね、それ決めちゃいけない、そういうこと。私はね、もう必ず良くなるんだっていう信念を持つようにしたんで、決めたんです。皆さんでもね、そういうふうに決めなさいよ。必ず良いことがあるんだと、私にはね。だ変なことが起こってもね、これで良くなるっていう、こう、考え方が変わってくるでしょ。皆さんもね、この、神によって守られているという強い信念のある人だと、これが大事なんですよ。強い信念がないとダメなのね。そしたらね、その悪いことと波長が合わなくなってくるんです。誰でもその次ね、誰でもね、災難に遭ったというような時には、外から災難というとんでもない乱暴な奴がやってきて、自分には何の罪もないのにぶつかったと思うのでありますが、我々が災難にあって自分が傷つくのは、その災難と自分の心の状態とが類似性を持っていて、互いに類を持って集まるようになるからであります。これ筋で。これが大事なんです。これは最初わからなかったね、僕なんかも。災難に遭うっていうことはね、決して偶然じゃないっていうことなんです。偶然っていうのはね、私たちはね、偶然っていうのはね、これはね、原因があるから結果が起こってくるんです。この現象の世界はね、原因と結果の世界なんです。原因がわからない結果を偶然っていうんですよ。原因がわからない結果を偶然っていうんですね。どうしてこういうことが起こったかわからないっていうのが偶然ですね。偶然です。だからね、その原因があって結果があるんだからね、偶然っていうねことはね、非常に非科学的な問題なんですね。原因がわからない場合、それ偶然っていうんですよ。だから、このどんな場合でもね、心のこの目で見てる世界ではわからなくても、心の世界に原因を求めたらその原因がわかるわけですね。で、ここに書いてあるのはね、類似性を持ってると書いたでしょ。だからね、成長に入るとね、うっかりできないのね、ぶつかってもね、ぶつかる心があるってことになるね。
成長に入った最初は辛かったね。怪我してもね、怪我する心があるんでしょ。風にいてもね、引く心があるってことだね。もう、僕なんかそれまではもうバイキンがやってきて自然に風邪ひいたと思ったらそうじゃないんだね。そういえばね、いくら風が流行っても引く人と引かない人とあるね。やっぱあれ好きな人が引いてるのね。もう、風が流行でもするともう必ず引かなきゃもう申し訳ないように引く人があるね。あれ流行に遅れるの嫌いな人よ。ありますよ、まあ。とにかく流行に遅れるの嫌いな。いつでもみんなが流行ったら引いたら、私も引かなきゃ申し訳ないと思って引いてる。私はやめた、それをね。谷口先生も、お強いですね。あんな痩せーとおられるのにね。もうね、どんなに風が流行ってもね、ケロッとしてないですね。だからね、流行にね、こう、遅れないような心持ったのね、もう巻き込まれる。ね、我々が。だからね、今世の中が不景気だから私も不景気だっていう人はね、巻き込まれてるわけですよ。不景気な時に栄える人がね、本当の栄える人なんですよ。口で言うのは簡単だけど、なかなか難しいけどね、本当そうなんですよ。どんなに不景気な時でもね、栄えてる店とね、景気のいい時でもね、栄えない店とあるんです。栄えるのはね、栄える根本の原理はね、多くの人の役に立つってことを谷口先生が言われるね。もうね、繁栄の根本原理というのはね、多くの人の、できるだけ多くの人の役に立とうっていう気持ちを常に持つことなの。同じ売るんでもね、お店を出してもね、レストランでも何でもそうですよ。ね、お客さんに喜んでもらうっていう常に気持ちを持ってる人とね、持ってる人がね、働いてるのとね、同じものを出しても違うのね。同じように金もらっても違うんです。愛念がこもってるね、そこに。人の、この、愛念のこもったね、ものとね、愛念のこもらないものだったらね、味が違うって先生言われるね。だからね、やっぱり、インスタントのものをね、ちょこちょこっと買ってきて作るのとね、奥さんが下手でもね、こう、愛念こもってやるのとね、少々鼻くそが回るのともね、まあそら、鼻くそが回ることないけど、まあそんなこと言っちゃ申し訳ないけど、少々汚いものがもらっとってもね、え?なんてやってね、腹立って。少々唾が入っとってもね、構えへんですよ。プラス愛念があればね、美味しいの。いや、そんな鼻くそばいたなんて言ったら申し訳ないけどね。いや、それはね、やっぱりね、愛念があるかないかでも全然相手に違うんですね。だから皆さんが、私は栄える会って会社の社長さんがいろんなことやってなんか問題を起こしたら、あんたはね、もうね、一生懸命仕事してるでしょ、人のためになろうと思ってね、最初は。ところが借金なんかできてるから金がなかなかうまくいかないとね、その金を何とかしてもう早く取り戻そうと思って、金になっちゃうんですね。で、人の役に立つってことを忘れちゃってるんですよ。あんまり金のことばっか考えてね。で、私はそういう時に行って、聞かれたら、あんた人の役に立つってことを忘れてるんじゃないのって。一番元に帰りなさい。もう一回そこを考えてくれちゃう。そうでした。ちょっとね、今あんまり金回りがうまくいかないので金のことにね、心が行っちゃっててね、人の役に立つこと忘れてたって言ってね。で、元にもう一遍考え直して、人の役に立つという気持ちを考え出したらまた仕事がスーッとうまくいくんですよ。これ不思議なもんですね。もう、あそこのね、有名な、国長をしておられた帝国ホテルの国長をしておられた人でね、これは素晴らしい人が言ってましたけど、コーヒーを出してもね、腹立った時ので出したコーヒーとね、非常に気持ちのいい時に出したコーヒーの味が違う。同じコーヒー使ってね、同じ人がやってね、腹立った時に出したコーヒー美味しくないって言うんですよ。奥さんがいつもプースクプースク言いながら立ったコーヒーなんて美味しくないね。黒くそったりがなんて、ね、病院だってそうですよ。どこ行ってなかった黒くそったりがなんて言ってね、まだ帰ってこないじゃないかなんて言って作ったこう、もう、ろくなもの作らないね。そんなの食ったら今度は毒が入るね。こう下痢する。愛念の逆の念が入るからね。そうじゃなくてね、本当にね、私はそういう話をね、いろんな人から聞いてみてね、お料理の好きな人ってのはもう、なんていうかね、お料理を作るのが、もう嬉しくてしょうがないように作ってますね。ああいう風なね、こう、愛念がこもってるんですよ。本当に好きなんですね、仕事はね。だけども、なかなか、そういう、何をしてもね、その、
これを食べてもらう人に喜んでもらう。これをね、持つ人に喜んでもらう。だから、岡添真珠っていう真珠会社、この人は面白い人で何べんも潰れかかってね、また立ち直っていった人なんですけどね。この人なんかでも、真珠を売るのにね、外国人が来て、この真珠を買って帰る。同じ1000万、3万ドルぐらいポッポと神戸の店から買って帰るんですね。ところが、そのバイヤーが来て、外国のバイヤーが来て、どうも不思議だって。お前のところ買った真珠がね、お前のところ買って帰った真珠が一番先売れるって言うんですよ。すぐ売れちまう。同じに俺は同じものを買っていたところで、お前のところ買っていったものは、から買っていったものは、なんとなくね、全部売れちゃって、他のところは残る。お前のところの真珠は何か、何かあるって言うな、何かある。もうね、真珠以外に何かあるって言うんですね。なんだって言って、もう何かお前、何をしつけてんだ。お前しつけてるって言うんだけどね、何かあるんだろうって言ったら、それはね、気がついたんですね。その真珠を入れたある金庫でお経をあげるんですね。お経をあげて、その金庫に、これを使われる方が お幸せでありますようにと祈ってお経をあげるんです。それから朝みんな仕事をする人が真理の言葉を聞いてから仕事を始めるね。そういうふうにしてあるんですよ。これでもう常にね、これを使う人が幸せでありますようにということをもう社長はいつも言ってるわけね。そうなってくるとね、真珠プラス愛念なんですね、愛念が。これは不思議なもんですね。だから、お店の品物が売れなくなったら、その、お店の品物に観音をあげるっていうことも考えられるね。そして愛念を込めるとね、その店が繁盛したっていうこともありますよ。機械がよく壊れるような機械があった時にも、お経をあげたらその機械が壊れなくなったっていうのはね、不思議なことがある。そういうことがもう、私たちはもう最初は、機械は機械で人間の心と違うと思ってたけど、そうじゃないのね。時計なんかでも新装換したら、今まで何年も止まってたとか動き出したなんてあるでしょ。あんなバカなことあるかと思うけど、本当に動き出す。止まらないんだから、しばらくね。ずっと動いてる。そういうことがあるんですよ。時計なんかでもね、愛念がなくなっちゃうと壊れるね。これ必ず壊れるんですね。物で自動車でもね、何でもそうですよ。大事にしてるうちはね、壊れない。もうぼつぼつ新しいのと変えるかななんて思いますと、くちゃんと壊れちゃうね。もうちょっと古くなったな、これも。なんで、でもこう、文句言い出すと、向こうが嫌がってね。もうどうせ変えるんだから、ちょっとシャッと壊れてね、早く取り替えてくださいってことになるね。もうそういうもんです。だから、成長のない人で自動車を売るときには、必ずそれをきれいに磨いて、で、観音の方を読んで、今度お使いになる方が、お幸せになりますようにって言って、その新しい自動車を変える人がいましたね。こういう心がけの人は素晴らしいと思うんですよね。そういうふうにこう、どんな災難でもね、こう自分とね、類似性っていうか、似たようなものがぶつかる。だから谷口先生はよくおっしゃいますよ。自動車がぶつかるのは衝突する心があるからですね。自分が人と衝突してるとぶつかるということを言われますね。だから、これはアメリカの統計でも分かってますように、自動車事故を起こす場合には、そのご主人が出ていく日に、大概その前の晩かその朝に奥さんと夫婦喧嘩してるね。カーッとやって出ていくとやっちまうね。そういうことよくあるんですよ。だから事故の原因っていうのは心にあるんだっていうことを言われてますね。はい、それではその次行きましょう。自分の心が呼ばないものは何一つこの人で自分に近づいてくることができないのであります。これ数字言っておきます。自分の心が呼ばないものは何一つこの世で自分に近づいてくることはできないのであります。これ大丈夫。これ皆さんが本当に金を呼ぼうと思ったら金持ちの心になるんですよ。金を呼ぶ心になったらいい。いいですか？金を呼ぶ心になったらいいんですよ。自分が呼ばないものはやってこないんだからね。金を呼ばなかったら来ないんですよ。金を呼ぶっていうのは、物を呼ぶっていうのは、豊かな心っていうのは、自分が豊かな心になればいいんです。与える心になったらいいんだ。与える心になったらね。豊かな心っていうのは、与える心ですよ。そうじゃ。なんとかして人からもらおうもらおうじゃないし、与えるっていう気持ちになるね。一番いいのは、真理を与えることです。お金や物を与えるんじゃなくてね、発せって言って真理を与えることです。自分の心の状態が災難や不幸とは全然似つきもせず、見つきもせず、かけ離れた明るい信仰状態にいましたならば、我々は災難や不幸の真っ只中にいてさえも災難や不幸から
うなぎのようにぬぬぬ滑り出して傷つけられるということはないのでありますからね。本当にそうですよ、これは。だからね、これは不思議なもんですね。私なんかもう満州にから引き上げてくるときなんかもう本当にもう、私はよく自分が帰れたと思うね。うちの家内なんかも、ほら本当に奇跡的に帰ってきたんですね。だからもう、そういうね、もう、不思議な世界ってのは、もうどんな混乱してる状態でも自分だけはそーっとそっか逃げていくような状態が出てくるんですね。だからね、これは私なんかね、もう本当に僕が命があって日本へ帰ることができたのはね、戦争が済んでからある人から言われてね、私はね、日本人を助けるね、ただの病院を、ただでね、日本人を診察して助ける病院を作ってね、戦争だからできたんですよ。ただでやっとったら、あとどうなるかなんて考えなかった。もうそういう一日一人でただ助けない。一番多い人は700人、800人と助けましたよ。ただで見た、診察した。ただで診察したら、あと、どうなるだろうかなんて、そんなこと考えなかったね。神様に、もう自分の命があることがわかんないんだけど、一日でもいいから人を助けよう。だから、約ね、1万人ぐらいただで見ましたね。そんなことしたらね、バカだって思うかもしれんけどね、それだから私助けられた。ソ連の兵隊が来て随分、まあ、ひどい目に遭いました。ピストルをこう突きつけられてね、危なかったこと何回もあってもね、その中くるくるとこう抜けていくんですね。不思議に抜けていくんです。それはなぜかというと、やっぱり僕が人を助けようという心を持ってたから、自分が助けられたんですよ。皆さんがね、人に与える心を持ったら必ず与えられるんです、これは。与える心ってのはね、親切でも笑顔でも何でも与えていいんですよ。何の金だけ、ものだけじゃない。愛念が一番大事ね。愛念が大事。そういうものを与えたら必ず与えられますからね。それを実行されたらいいですよ。はい、それでその時行きましょう。誰でもこのミワさんやピー・ハワード夫人のように火事が起こっても自分はもう焼けず、家は焼けても保険金がおのずから入ってきて焼けないと同じ結果になる。記者が転覆するような時にはその記者に乗る予定であっても、どうしてもその記者に乗れないようにような事情になってきて、そのために機械から助かる。こういう風になると我々は運命から不死身になってしまうのであります。ね。運命から不死身になってしまうのであります。運命に対して不死身になってしまったら我々は何一つ恐れるものはこの世になくなる。こんな結構はないの、結構なことはないのであります。これが皆さん幸せになるコツですよ。いいですか。神を信じてね、自分は絶対に幸せになるんだと決めることをね、決めとったらいいんですよ。無論火事も起こらず、記者の転覆も起こらなければ大勢の人が助かって一層結構でありますが、火事でも戦争でも記者の転覆でも大勢の人々の運命に関係して起こってくるのでありますから、それを起こらなくするには、それに直接間接関係のある大勢の人々が皆心を変えねばなりません。大勢の人々の心を変えることができない以上は、その念の心の力が集まって火事でも記者の転覆でもまず心の世界に組み立てられます。すると我々個人の人の心はラジオの受信機のようなものでありますから、誰でも心の世界に出来上がった火事や記者の転覆をそれとなく感じることができます。できる。このね、我々の個人個々の人の心はラジオの受信機のようなものであるっていうのを、これ推理しておいてください。人のね、心をね、受信機のようなもんなんですよ。誰でも心の世界に出来上がった火事や記者の転覆をそれとなく感じることができる。それとなくってのはね、気がつかないでも、気がつかないうちにこう、自分で感じることができる。これは潜在意識ですね。非常に強い潜在意識です。A の磁石の付近に B の磁石が置かれると、すぐ互いに感じ合うようなものであります。しかし A の磁石と B の磁石とは互いにそばに置かれるとすぐ吸い付くかと言いますと、吸い付く時もあれば吸い付かぬ時もある。かえって磁石の向き方で B の磁石を A の磁石に近づければ近づくほど A の磁石が逃げ出してしまうこともある。これと同じく我々の心は一個の磁石で、その向き方一つでどんな悪い運命が近づいてきてもずんずん反発して、悪い運命の手の届かないところで逃げ出してしまうことができるのである。これはね、ミワさんもピー・ハワード夫人も信仰によって不幸というものと、
とは水と油のように一つになれ、なれないような心の状態になっていられたのであります。素晴らしいですね。皆さんもそう、もう必ず皆さんもそうですよ。同じですよ。もう皆さんだって同じですよ。あらもう、この人だけじゃないのね。P. ハワード夫人が出発の間際に不快になって、その日乗ろうと思っていた汽車に乗り込むことができなかった、その同じ日に外出がとても愉快になって、わざわざその転覆する汽車に乗り合わせようになった人も大勢あったことでしょう。そう、本当にそうですね。どっちがどうか。ちょうどそれは一つの大磁石、運命が近づくと、他の小磁石、人間がそれを感じ、その小磁石の見方によっては、近づいてきた大磁石の方向にまっしぐらに突進していって、大磁石にぶつかるのと同じであります。人が不幸な運命に遭うのは、その人の心が不幸な運命を予知することができないからではないのであります。これね、ここでいいですか。予知できないからではないのであってですね、だからね、皆さんがね、なんかね、予言でもできたりね、先のことが分かったらね、不幸な運命から逃げることができるだろうと思う。そうじゃないんですよ。本当はよく知らなきゃいけないね。予知できたってダメなんですよ。感じてもね、だからその、予知することができないからではないのでありまして、我々が心を持っている以上は、まず心の世界に自分自身に関係するほどの近さで起こっている事件は、皆それとなく感じるのであります。感じてもそれが肉体の意識にはっきり分かると分からぬとは、肉体の霊化の程度によるのであります。霊化の程度ね。肉体が本当に霊的なものになっているかどうかによって変わってくるんですよ。よるのであります。それは、ありますが、それは肉体の意識に分かると否とに関わらず、我々の潜在意識ですね、心の奥底の心は、わざと予知したその不幸をめがけてまっしぐらにその人の体にぶつかっていくこともあります。それは心の神話力によるのでありまして、心の向き方が不幸な次元に吸い付けられるようになっている以上は、どんなにもがいても反抗しても不幸な次元に吸い付けられていくのであります。この台、面白いところですね。関東大震火災のような一大、大事変は、一人の人間の心の見方を変えるだけでは、それが起こらないように留めることはできないけれども、心の向き方がその当時幸運の方へ吸い付くようになっている人は、あの震災にあってちっとも不幸になりようがない。あの震災にあったために逃げ出したり、職業を変えたりしたために幸福な運命が開けてきているのであります。その当時心の見方が不運の方へ吸い付くようになっていた人は、ここなら広場で大丈夫、助かるだろうと思って本所の被服廠跡などへ避難していると、兄はからんや檻から吹き起こった旋風のために火炎が渦巻き襲いかかってきて悲惨な消死を遂げたのであります。これは一方から考えますと、本所の被服廠跡のようなところへ避難していたら、かえって火災が襲ってきて逃げ道を失うということを、その肉体の意識が予知しなかったからで、それは霊的直感力が足らなかったためだと、ためだと言えるのでありまして、もっと平生から霊的修行していたならば、P. ハワード夫人が汽車の遭難の帰化から逃れたように、この帰難から逃れられたかもしれないのであります。けれども、霊的修行を積み重ねて、霊的直感力が養成されていましても、心の向き方がやはり不幸に吸い付けられるようになっている人は、霊的直感力がいくらあっても不幸が近づいてくると、あれよあれよと言っているうちに、不可抗的に小舟が魔の淵の渦に寄せられて、吸い込まれて沈んでしまうように、その不幸な異変がはっきり目の前に見えていながら、その不幸の渦巻きの方へぐんぐん吸い寄せられて、不幸の渦巻きに身をさらされて、さらわれてしまうのであります。これは本当そうなんですね。逃げようと思うと、そっと吸い込まれてしまうんですね。これは後に例が書いてある。神人、新人をする人のうちには、霊的直感の発達した人が時々あって、
何でも予知することができる。株式や米の相場でも実験的に真珠を仰いで予知してみると随分当たる。そこでこれなら大丈夫だろうと思って、いよいよ本気になって資金を整え、相場でも実際にやってみると、実際にやるときだけは一向に予知力が的中しないで、買いと出れば下がる、売りと出ればめちゃくちゃに損をするというような実例がたくさんあるのであります。これなどもこの人の霊的直感力が発達していながら、自分の心の状態が損失というものに引き付けられて神話するようになっているから、損失の渦巻きがその人に近づいてくると、ぐんぐん容赦もなくその損失の方へ引き付けられていって、平常の霊的直感力が役に立たなくなるのであります。いいですか皆さんね。だからね、成長に入ったらね、人間はね、豊かになるのは当たり前だっていう信念にならなきゃダメでしょ。あのね、一番あのね、日本人はね、まあ不思議にね、この貧乏が好きな人が多いのね。こんなとなくね、貧乏が好きって言ったら申し訳ないけど、このね、どういうことかって言いますとね、貧乏が好きって言うとね、おかしいけどね、あの、金持ちにはね、金持ちになってるやつはね、どうせろくなことしてないと。なんか悪いことしたから金持ちになったんだろうって思ってる人がよくあるね。金持ちになるにはね、なんか悪いことしないと金持ちになれないっていう気持ちを持ってる人がある。こういう人は金持ちを嫌ってんのよ。皆さんね、金持ちを見てね、憎む心を持ったらね、自分が金持ちになることも憎むんですよ。いいですか、これ非常に気をつけないといけない。金持ちの人を見てね、ああ素晴らしいね、あんたよう金持ちになったな、ちょっと褒めてあげるような気持ちになるやん。あんなやろ、ろくなことしやがるの、あんた。税金とかごまかしやったんじゃないか、あんた。すぐそういうこと言うでしょ。そういう心を持ってる人はね、やっぱりね、自分が金持ちになることも嫌うんです。人間ってのは面白いでしょ。人が金持ちになってるのをね、憎たらしい気持ちになるのはね、自分が金持ちになることも結局憎たらしいんですね。だから結局その金が来るとね、この、なんかね、こう、喉を出してきてね、もらえにしてしまって貧乏なわけですね。だからね、人間は神の子であってね、豊かになるのが当たり前なんだっていう気持ちを持たなきゃいけない。そうしないとね、せっかく金が来てもシューッと逃げていくよ。皆さんね、ほら、磁石ここに書いてあったけど、ご存知でしょ？針のね、磁石があってね、こっちが、まあ、N と S としますとね、ここへね、N をね、同じ N を持っていくとね、これがシャッと逃げるんです。ここへ N を持っていくと S がシャッと引っ出てくるんですね、こう、パッと。同じものを持っていくと反発するんですね、これは。不思議なもん。これはまあ、あれですから、磁石ですからね。片っぽは逃げるし、片っぽは吸い付いてくるんでしょ。だからこの不幸な事件に吸い付くような心を持っている人はね、遠くからでもシャッと吸い付いてこれ行ってしまうし、逃げる人はね、もう自然に逃げていくんですね。だから皆さんがね、この不幸や災難に合わないような心にならなきゃいけないんです。これが一番根本ね。だからね、病気なんかでもね、病気にならない心がいいんですよ。人間は病気をしないのが当たり前だっていう気持ちになる。私なんかでもね、病気をしないのが当たり前だっていう気持ちになるには随分苦労しました。医者だからね。病気をするのが当たり前だと思ってたでしょ。病気なんかしないのが当たり前だっていう気持ちになるという。こういう心をね、持ってるとね、病気が寄ってきてもね、逃げていくんですよ。僕はね、学生時代面白かったね。僕はやっぱりね、人にね、変なこと言われてやっぱり自分が思ってしまってね、学生時代僕は水泳の選手だね。だから細かったんだけど、筋肉だけこうね、ついてた。そしたら裸になってね、医科大学のせいでしょ？そこで真っ裸じゃない、運動神してたけども、こう泳いでるね。そうするとね、みんながやってきてね、お前案外裸になると案外いい体してるなってみんな僕に言うんですよ。お前にはね、お前は絶対に肺病にはならんよって言うね。肺病のバイキンが逃げていくって。みんなそう言うんですね、僕の体見て。肺病なんかないそうな体。ところがお前みたいなやつがチブスになったらコロッと行くぞってこういうね。みんなそういうチブスになったらコロッと行くぞ、チブスになったらコロッと行くぞ僕に言わん。いい体したのがね、病気したことないのがチブスになると危ないってよく言う。まあ医者では言われるんですよ。だから僕はね、チブス、だから肺病とかあんなもん一つも怖くなるけど、チブスだけ怖かったね。親父がチブスで死にかかった。僕も、俺も危ないななんて思ってたら、ちゃんとチブスやったね。そういうこと持ってはいけないのね。だからね、そういうふうにね、自分がそういうものを恐れたりね、
そういうなれしないかと思ったらやっぱりなってる。それは信頼力ですよ。皆さんね、やっぱりね、非常に気をつけないからね。豊かになる人ってのはね、もう、なんとなく豊かですよ、心がね。だから、それは皆さんでもね、私はね、どういう心が豊かな心かっていうことをね、いろんな、こう、勉強して人に、こう、なんて言いますかね、栄えることを教えなきゃいけないからね、ずいぶん勉強したんですけどね、やっぱりね、こう、与える心ですね、与える心。無駄遣いするんじゃないんですよ。必要なところへこう、出す人ですね。私はね、この冗談のようによく言うけど、やっぱり出さなきゃ入らないからね、出さなきゃ入らないですよ。うんこだってそうだしね、やっぱりご飯だって食いっぱなしでこっち選手とったら、絶対もう、いくら、流れるやったってダメですよ。やっぱり出したら今度は美味しいでしょ、ご飯が。一週間も溜めてごらん、ご飯だったら。もう空気がしなくなっちゃう。だね、その無限供給とね、出す方とこう考えちゃいけないけどね、もううんこなんかで話しちゃいけないけど、僕はもう谷口先生がね、いつもその話をしとられたからね、その僕らに分かりやすいようにそれをおっしゃってくれるんですよ。出すなら気持ちよく出しなさいってね。あいつにやった、出してやったなんてことだったら、ろくなことがない、帰ってこない。ちょっと出してね、俺はあいつに出してやったぞって、一生忘れないで頑張ってね、ノートに書いて置いとくじゃないですか。そういう人はね、出してもダメ。その、変なものは帰ってくるよ。先生が言われて、田舎の便所みたいなもんだって。僕はあの話はもう絶対忘れないね。もうね、ゾボーンと入ったら、ジャバーンと帰ってくるのはね、人のクソまでつけて帰ってくる。僕はあれ先生から聞いたんですよ。あの話すると汚いっちゃうけど、そうや、僕は谷口先生から聞いたのね。出すんならね、気持ちよく出しなさい。ドボン、ジャバーンはいかんですよ。俺が出してやったなんて、ね、いつもね、言ってるとね、帰ってくるものは汚いものが帰ってくるね。だから、恩に着せたらダメ。与えるときに気持ちよく与えるんですね。特にね、神様に感謝する頃になったら一番いいんですよ。もうそういう気持ちになったらね、いいんです。だから、まあそういう点をね、我々は、こう、与えるっていうことをね、だん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 、ね、とにかく、こう、神様にね、聖しめ会費なんていうんでもね、聖しめ会費はまあ、初めての方、あんまり、あれの方、お知りにならないかもしれないけども、我々、成長の家ではね、とにかくね、ずーっと古くからね、谷口先生が一人でね、お話になってね、本を書いた利益でもってね、この教会を運営されたんです。全部そうなんです。もうだからね、谷口先生がね、全部この我々の給料とかね、そんなものも全部ね、先生のご本の利益が全部我々の給料に回ってたんですね。そういうこととか、先生がご講習会されるでしょ。その利益が出もって我々は生活、もう教団全体がそういうことで運営されとったんですよ。戦後、まだ昭和30年ぐらいまでそうですね。今から20年ぐらい前までそうなんです。ところがだん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 教団が大きくなってきてね、そして、みんな信者が増えてきたときに、私にもお金を出してください、出してください。本当に救われたら出したくなるんですよ、これ。ね、人間ってのは。だからね、神様とかね、救われてもまだ僕はね、本当に出したくない人ってのはまだ本当に救われてないと思うんです。本当にもう喜びがあったら出したくなるね。女の人でもね、男でもね、女に惚れたらね、やっぱりあげたくなるでしょ、金でもなんでも。嫌いなものやりたくないね。だから神様にね、本当に惚れたら神様にね、こう差し上げたくなるんですよ。その人にね。だから私はね、金を出したとか出さないっていうことよりもね、そういう神様に捧げる気持ちになった人が本当に救われてる人だって言うんでしょうかね。出すことをね、余計もらった頃はお金をもらったことが嬉しいとかなんとかじゃなくてね、出す人はね、ああ、この人は救われたなって気持ちになるんでしょうかね。この間もね、ここに来てる堀さん、ご夫婦が来られてね、もうちょんとどうぞって言ってね、嬉しいからって$3,000ポンと置いて帰った、成長の方。ね。やっぱりそういうふうにね、こう出した方は堀さん、ちょっと堀さん立ってみてよ、そこに。そこに来てんだけど、この方ですよ。ご夫婦でね、本当にね、救われた喜びをね、最近も本当にまた自分で救われたって言って喜んでらっしゃるね。喜んでらっしゃる。そのお金のね、高じゃないんですよ。そういう気持ち出す気になったってことはね、その人が救われてることなんです。僕なんかでも最初は出さなかったのね、本部こうして喋ってあげて成長のためにやってんだから出すのはもったいないと思う。絶対出さなかった。
先生から給料いただいて出したらまた元に返すようなもんだから、もう出さんちゅう。そうしたらいかんのね。やっぱりそういう気持ち持ってるじゃダメだと。ところが先生がそしてお一人で働いておられたけども、もう、だん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 限度ができてくるわけ。どんどん大きな建物が建ってくるね。その時に先生が、もう本当に言われたですね。私は、もう、だから先生はね、宗教で入るお金は全然先生の手元に入らないんです。先生はもらわないんです。どんなに皆さんがこう、精神名出してもないしても、こういうお金はね、全部ね、人を助けるために使われていくんです。でね、こういう本を書いたね、印税だけが先生のところで入ってきて、その先生が、それで生活してないんですね。先生はだからどこ行かれてもね、著述家と書かれます。宗教家と書かれないんです。収入はその本から、本の印税から先生は得とられるわけで。宗教のお金はね、宗教で奉納金をいくら出されても、その奉納金は全部、成長の本部に捧げられてるんです。だから谷口先生がね、自分で言われましたよ。私はね、自分の体をね、もう働いて、私一人が成長のように全部出してきたと。もう一番幸せになったのは私だって言うんです。私が一番幸せになった。これでは皆さんに申し訳ないと。だからこういう運動になったらみんなで少しずつ出し合ってね、それでみんなで出し合ってみんなで人類を救う運動していこうじゃないかと。だからその出した人が救われるんだと。私が出して救われたと同じように救われるんだからね。だからつって先生が始められたのはわずかなお金ですよ。一回最初100円ぐらいです。こちらの金で言ったら今のね、ワンダラぐらいのもんですよ。もっと少ないお金。始められた。それがみんな集まってきて、それが教団っていうものをこんな、こう維持するようになってきたわけですね。で、アメリカでも、もう20年代ワンダラだったんです。ずっと1ヶ月ワンダラだったんですね。それが今度私が来てから、あんまりね、ワンダラですとこう集まって、今日本人が思うでしょ？日本人の方が思うで、アメリカ人を、まだ知らないアメリカ人を救うために日本人の方が出していただいてるけども、ワンダラだったらなかなか大きなあれができないので、これで毎月2ダラ、最低2ダラ出していただくってことに決めたわけですね。それで出すとそのここのメンバーとしてね、だから雑誌を、新書を取っていただいて、2ダラ出していただければね、こっちの正指名会員になるわけ。その皆さんが正式名会員になったらこのぐらいの紙がありまして、それに皆さん名前書いたら、ここで、ここと日本と本部と両方に、で拝むわけですね。毎日お経をあげて、その方を拝んでるわけです。で、それで僕たちは正式名会員に入ったら、谷口先生の成長の絵の神様にアンテナ引くようなものだって言うんです。アンテナを引いとくとね、どこ行っても安全ですからね、これ。しかし、あんまりね、髪の毛みたいなアンテナじゃ、いつ風が吹いたら切れるかわからないからね。もうちょっと針金にしようじゃないかっていうのは、まあいろいろそういうのあるわけですね。5ドルとか10ドルとかいろいろこう皆さんがね、それ以上出してくださる方はそれで出していただくようにしてるわけです。だから、成長の絵はね、今まではもう本当に自由でね、僕たちは、そういうことに対してはもうあんまり強制もしなかったけど、僕たちでも多くの人を救って、その人が本当に幸せになったら、なんとか、先生なんか会員なんでどうしたらいいんでしょうかって言ってくれたら、どうぞ出しなさいって言ってね、出して。で、会員になってもらうとね、またね、正式名会員になってもらったら、またその人が本当にアンテナ引いてね、いつも救われてくるんですよ、ここに。これと同じようにね。皆さんもね、月にね、2ダラか5ダラですからね、どうぞ一つ。ここではね、5ダラ以上出されるとね、11っていうこう、記章をくれますよ。これをお付けになってね、言うと、ますます、その、神様とアンテナ引きますから、ね、どうぞ引いてください。私もね、一番最初はね、ちょびっとしか出さなかったんですよ。始まった頃はね、もったいないからって、僕と家内がね、200円ずつ、子供はまあ100円でいいだろうなんて言ってね、500円しか出してなかった。1ドル半ですね、ここで言うと。そうしたらね、ある時ね、その、地方行ったらね、体験談聞いたらね、今まで私は正式名会になって神様とアンテナ引いたと思ったけどね、たね、200円ぐらいではね、髪の毛でアンテナ引いたようなもんだってね。風が吹いたらいつ切れるかわからないからね。針金で引きましょうって言うわけだね。1000円にしたって。そしたら子供が奇跡的にみんな助かったって。3ドルですよね、向こうで。日本。その頃はだいぶ高かった。私それを聞いてね、家族8人全部、そうしてるっていう人があった。それでみんな救われたっちゅう。あれは、私はね、本部講師だからもう200円でいいかと思ったけど、これはいかんかいなと。ね、しょうがない、もう、なろうかって言うわけだね。家内と二人、なりましてね。で、あと今までの500円は子供にしといた。そうしたら、まあ、いろんな人がいるもんだね。地方へ行くと聞かされるんだね、話を。
成長の絵の親でも子供を愛しとるって言いながら、親だけが針金でアンテナ引いといて、子供は針金でアンテナ引いたので髪の毛で引いとる人もおるって言って、もうこれわしのこと言われたんじゃないかと。いやー、あの時は辛かったね。もうわしはもうそれ言わんと黙って帰ってきた、もう。それでもう慌ててね、私もね、子供もね、家内も子供も1000円ずつ出して。あの時は惜しかったね、1000円出すのが。なんかこうね、磨き合うのもして出したね。そうしてね、またいらんこと言わないよかったらね、事務員の長尾さんって人だから、また馬鹿正直な人でね、どうじゃ、わしは今度3000円したが、わしが一番上じゃろうかって言って。いらんこと言わないよかったね。言うたのよ。そうしたら夫婦でね、働いとる人でね、僕はその時部長さん、青年部長だった。部長さん、あなたは夫婦で3000円だけど、子供と3人で3000円だけどもね、夫婦で働いて4000円出してる人がおりますよって言うんだ。誰じゃって言ったらね、僕の下の者が出してる。俺が4000円出したの、わしも4000円出したの、わしはしょうがない。4000円って、また慌てもんだからすぐ4000円にしたんで、こ負ける。僕が一番偉いんだからね、しょうがないよ。一番偉いんだから。一番偉いのが少なくてね、他のものに出せないって言えんでしょ。もうしょうがないから、4000円って言った。これ1000円困ったな。3で割ったら33333で、なんの。どうこんならんがどうしようかなと思って。もう1000円どうしようかなと思ってた時に、ふって気がついたらお父さんだけがね、お母さんが亡くなって、お父さんが田舎の方でね、たった一人で暮らしとったんですよ。お父さんは毎月200円くらいの青春に入ってアンテナ引いてるけどね、針金で引いてらんもんね。ほったらかしたんだから僕一人、東京出て。いやー、この声援はね、あの人が教えてくれた。やっぱりお父さんだって、それでお父さんの名前でするから、僕は入れたんですね。それでまあちょうど4人でよかった。ほいとしばらくしたらね、会社の社長ばっかり集めてね、話した人。会社の社長に何ちゅうか、会社の社長とか何とか言いながら、たった1000円やね、2000円出して社長なんて言うだって。一人1万円ぐらい出せって言ってね、大きなこと言ったのよ。こうしたらみんなしぶしぶ出した人。その連中が今栄えてるんだよ。和田さんとか、みんなそうなんですよ。あの当時僕は先代、牛山さんもね、出してそうですよ。出すようになってから栄えたんですからね、不思議なもんですよ。そうしたらね、みんなにね、一人ずつ1万円出させるようになったらね、わしだけ3000円にはちょっと具合悪くなってきて、付き合えようになってきたね。こうなったらやけくそだ、みんなに1万円ちょっとわしも出そうって言って、ね、月給の10分の1以上ですよ、その時は。もうやけくそじゃったんです。1万円出した。惜しかったの時の、まあ、それはもう、余って出すんじゃないんだからね。10分の1以上でしょ。いや、これを言っときゃな、なんて思いながらね、出したね。しかしね、それを出してね、3ヶ月、4ヶ月経った頃にね、僕はね、しみじみとね、私は神様を愛して、好きになってきたんですよ。出してみたら本当に愛してるってこと分かってきたね。出さんときやっぱりね、本当に好きじゃないんだね、これやっぱり。神様あんたあんまり好きじゃないけど頼みますよって言うと、どんなこっちゃ。出さんで頼む頼む言うとんだからね、好きじゃないけど頼むって言うと、どんなことだってことを私気がついたの。なら、本当にこれは申し訳なかったと思ってね、それからね、人に聖使命をどん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 進めるようになったんです。でね、進めてね、本当に聖使命会になってもらった人がみんな幸せになってるんです。不思議なんです、これは。これはね、もう嘘でも何でもないんですよ。神様とアンテナ引いてね、私は神を愛してるっていう気持ちになった人が幸せになれないはずないです。さっきあったように。本当の神に導かれてるという信仰を持ってるんでしょ。神様と私は一つなんだって気持ち持ってたら、もう不幸と合わないんだから。結局そういうことになるわけね。皆さん方もね、ぜひね、聖使命会にお会いになった方がいいですよ。もし今までお知りにならなかった方はね、お会いになった方がいいと思います。僕はもうそれはね、皆さんがお幸せになるためだから申し上げるわけですね。はい、それでは、次行きましょう。この次は面白いんですよ。心理学者の W.T. ステップ氏の著書、リアルゴーストストーリーですか？幽霊実話っていうの中に次のような話が載っているみたいです。この話の主人公はある製造工場に勤めている鍛冶職である。この製造工場は動力を水車から得ているのであったが、彼はその水車が破損しながら運転しているのに気がついた。ところがある晩彼は夢を見たのである。その夢の中の時間は翌日の仕事が終わった時になっていた。工場の支配人がその水車を修繕するように彼に頼んだ。
彼は修繕中足を滑らして2個の水車の間に巻き込まれて怪我をして、その後外科の手術を受けて足を切断することになった。夢の中でですよこれ。彼はその翌朝目を覚ますと、この夢を自分の妻に話した。そしてその晩もし水車を修繕するように頼まれたら逃げ出そうと決心していたね、していた。その日工場へ行くと支配人が彼を呼んだ。今晩職工たちが仕事が終わって帰った後で水車を修繕してくださいと命じたね。彼はいよいよ夢の事件が来たなと思った。で彼はその時間までに工場を逃げ出そうと決心した。そして彼は本当にその付近の森の中に逃げ出していった。彼は今やその森のくぼ地に入り込んで身を隠そうとしていた。その時彼の目についたものがある。それは一人の若者がその工場所有の材木を盗み出しているのだ。で彼はその若者から材木を取り返さねばならぬと思って若者を追っかけた、追いかけた。彼は興奮していて先の決心を忘れて工場へ帰ってきたってね、これまた面白いね。帰ってきた。ちょうど職工の退出時間、水車を修繕すべき時間になっていた。支配人が彼の目の前に立っていた。彼は支配人の命令に従わねばならなかった。彼は火事の校長であったので水車の上に上がらねばならなかった。注意に注意を重ねようと彼は決心した。しかし彼が注意に注意を重ねたにもかかわらず、彼は足を滑らして墜落し、二個の水車の間に足を挟まれた。それは夢で見た通りの光景であった。足はひどくぐじゃぐじゃに挫折していた。彼はブラッドフォードの病院に担い込まれて、そこで膝の上から手術して切断した。それで彼の予言的夢は完全に実現したのだと。いいですか？夢に見てね、逃げよう逃げようと思って、そのことを逃げよう逃げようと思っても、その通りになってしまったんでしょ？ここを気をつけなきゃいけない。だから、先に分かったって何もならないってことです。いいですか？予言したって何もならない。だからね、皆さんが、ちょっと予言のできる人のところ行って相談してみて、どうなるかとかそんなこと聞いたって何もならないってことですよ。やめた方がいいの、そんなことね。駅舎に見てもらうなんてことはやめた方がいいの。駅舎に見てもらって、僕は言うのは、駅舎に見てもらったらこう言ったって言うけども、その駅舎金持ちかねって僕は言うんだよ。大概貧乏くさい格好してね、もう小さい、日本だったらこんな提灯持ってやってるでしょうが。提灯の下でこんなことやって。あの駅舎あんた本当に当たるんだと思ったら金持ちになったからもう文句言えって言うんだよ。あんな駅舎の言うこと聞こうがアホだって思うんだけどね。先のことが分かったってそんなこと何もならんのでしょ。分かったら何もならない。それを避ける方法を知らなかったんだよ。それで駅舎なんていうのはそういうこと言ってね、金をね、もうちょっと余計、もうちょっと言って、だんだんだん金取っていくでしょ。商売ですからね。こういうことが分かってくるとね、心でね、心の状態ってものを変えないでいくら分かったって何もならんってことですね。はい、それでその次行きましょう。また文豪メーテルリンゴ書、未知の賓客の中には、これと同様な実話が掲載されているのである。こういうになるんですよ。ある若い機械職工は、11月初めに次のような夢を見た。すなわち彼が午後の5時半に家に帰ってみると、姉の小さな娘が家の入り口の街路を横切ろうとして電車に引かれているのを見た。彼は非常に心配してその夢を家人に語った。そして、しかるに同月13日でに、できるだけ警戒をしていたにもかかわらず、その少女は予言された時刻に避けがたく電車のために引っ越された。ね、こういうことがあるんです。また同書には次のような事件も載っています。5月4日に、テスト博士は、彼女の夫の目の前に、ホルタンス M 夫人を再任させたと。夫人は再任状態に入るや否や、彼女は自分は2週間前から妊娠している。臨月までは持たぬ。5月12日に自分は何事かに驚く。そしてその場に卒倒した結果、流産するということを述べる。ちゃんと自分で知ってるんですよ。自分自身がそういうことを言ったんだからね。だから、意識的には全然知らないけども、潜在意識でそれ知ってるわけです。彼女はさらに復元して、この5月12日には3時半に何かに驚いた後で気絶し、その気絶は8分間続くといい。ついでその病気の経過を各時間にわたって詳しく語り、その病気の結果は3日間精神錯乱となるが、自分はそれから回復すると述べたのだったと。こういうふうに書いてあるんですね。催眠状態から覚めると同時に彼女は全てを忘れてしまった。
彼らは催眠中に起こった事柄を M 夫人自身には秘密にして、にした。テスト博士は、彼が当時書き留めた手記を、アメデ・ラチュー博士に送っている。これが証拠になるわけである。予言された5月12日になると、テスト博士はエリンとその夫との、と訪問した。博士は M 夫人に、を催眠状態に導くと、彼女は、8日前に言ったことを一語繰り返した。彼女は催眠状態から覚醒状態に戻された。予告された危険な時刻が刻一刻と近づいてきた。博士と夫は想像しうるあらゆる用心をして鎧戸さえ閉めてしまった。M 夫人は自分には全然理解することができぬ。この異常な警戒ぶりを見てかえって不安な念に駆られ始めた。そして一体あなたたちは私に何をなさろうとするのですかね。これ知らない、自分で知らないんですよ。夢見てながら知らないということはね、潜在意識では知ってる。ところが普通の心では知らない。ここが大事なのね。潜在意識にだから自分は貧乏に、波長があるような心を持ってたら、現在意識でどれ金持ちになろう、下がようと思っても下がえない。これと同じことなんですよ。避けようと思っても避けられないのね。その時、あたかも電磁波を打った。M 夫人はかけていた長椅子から立ち上がって、戸口の方へ行こうとする。博士と夫はそれを妨げた。けど一体あなた方はどうなさるんです。私はどんなことがあっても出て行きます。と M 夫人は抗弁した。いいえ、奥さん。部屋を出てはあなたの健康のために悪いのです。そんなら大丈夫です。ただ健康のためなら一層外に出る方が良いじゃありません。夫人は笑いながらこう答えた。その理由はいかにも最もであり、それ以上こう抵抗はできなかった。だが、夫は運命と最後まで戦ってみようと思ったので、妻について行こうと言い出した。博士はこの事件がやや滑稽な経路を取って展開していくにもかかわらず、かなり心配して部屋に一人待っていたのだ。と突然耳をつんざくような声が聞こえた。博士が急いで行ってみると、狂乱した M 夫人が瀕死の状態で夫の腕に抱かれていた。わずかの間、夫のそばを離れ、彼女は自分の行こうと思っていた場所の扉を開けた刹那、20年来一度も出たことのない場所で、一匹のネズミが彼女に飛びついて、異常な驚愕を彼女に与えたのだ。ので、驚きのあまり彼女は仰向けに倒れてしまった。それで予言の残る部分も、一刻もたがわず、一時も誤らず、すべて的中したのであった。こういうことがあるんですね。だから潜在意識で知ってるっていうことをね、現在意識で知らない。こういう事件がある。だから、皆さんがね、いくら先のことが分かっても何にもならんということをここでよく知ってくださいよ。ここに挙げた、これらの数々の不幸な運命の予言は、できるだけ注意して逃れようと焦りながらも、どうすることもできないで不幸な運命に吸い寄せられていった人々の実例であります。先刻も申したように、我々の心は未来において物質世界に映し出されるべき事件を、それがまず心の世界にあるうちに感じることができるのでありますが、この感じ知った事件にある心の向き方の方はどんどん巻き込まれまいと、どんなに巻き込まれまいと反抗しながらでも必然的にその不幸な事件にぐんぐん磁石的な力で引き付けられていくのであります。そうかと思うと、三輪英子さんやP. ハワード夫人のように、ような人は、不幸な事件が自分の付近に、あるいは自分の住んでいる家にさえ起こってでも、その事件には引き継げないで、ちょっとも危害を受けないで済むのであります。なぜ人によってこんな結果に相違する、結果が相違するということは、我々がぜひ考えなければならないことである。そうですね。ここが大事なの。引き継げられる人と逃げる人と両方あるわけでしょ。どっちがどうなのかということ。私が常に言うことでありますが、誰も自分の心で呼ばない不幸には出くわすことができないのであります。これもう一つ一つです。これが大事なんです。結婚問題であろうと、どんな問題であろうと全てそうですよ。子供の問題でもね、家庭問題でも、事業の問題でも全部そうですね。どんな事件でも最初は心的存在であって、自分の心もまた心的存在である。心の存在。それでこれらの心的存在は心の法則、すなわち類は類を呼ぶという法則と、類でないものは反発するという心の法則に支配されて、互いに牽引したり、牽引し合ったり、反発し合ったりしているのである。こう推理してください。
そしてこれらの心的存在は心の法則、すなわち類は類を呼ぶという法則と、類でないものは反発することに支配されて、互いに牽引し合ったり反発したりしているので、ここは、これでね、悪いものに引きつけられたり、跳ねのけたりするわけです。類でないものは反発する。類は類を呼ぶというのは、これは、皆さんよくわかりますね。友達なんかでもやっぱりね、波長のあった友達になりますね。魚釣りの好きな人は魚釣りの好きな友達ができるでしょう。酒の好きな人は酒の好きな友達ができますね。そういうふうにこう、麻雀の好きな人は麻雀の好きな友達ができるね。私なんかの麻雀の好きだった時はもう麻雀の友達ばっかりだったね。ああ、僕はもう麻雀もやったし、玉突きもやったしね、いろんなことやりましたよ。玉突きでも何でもね、玉突き一生懸命やってる時は玉の音がカーンって聞こえたらスーッと行くよね、まあ入っちゃうね。麻雀が好きな時はもう麻雀でジャラジャラって、もうチーッとこう、引きつけられていくね。麻雀の音を聞いたらもうたまらんのね。もう他のことやってももう面白くないね。魚釣りも好きな時はもう随分行きましたしね。いろんなことやりましたよ、そういうことをね。だけどもう麻雀が嫌いになったら麻雀もジャラジャラって、あ、またやっとるなっていうのもね、ちょっとも行きたくないね。もう酒も遊んで、僕は酒はあんまり飲めないけど、もう色気の方ばっかりでね。色気って言ったらおかしいけど、遊ぶのが好きな時はもうそのチンチンなんて聞いたらスーッとこう入っちまうよね。まだまあ結婚する前だけどね。もうチンチンって聞いたらもうふーっとこう行かざるを得なくなっちまう。三味線の音を聞くとね、なんか引きつけられてチンチンでね。チンチンってこれ、なんで俺聞けないんだよ。あれチンチンじゃないよ。生ビアンと違うよ。生ビアンとスーじゃないんだよ。チンプルシャーンってあの三弦ね、あれ聞くともう、うーといっちゃった。もうダメね。もうああいう時はもうそういうもんですよ。もうね、自分の心にあるものがね、どっかね、何よ。だからね、わしはね、会社の社長さんなんかでもね、あれはね、あんまり遊びたくないんだけど、会社の表示でしょうがないって。あれやっぱ好きなんです、自分が。何人にかこつけてやっぱり自分が言ってんですよ。酒飲みが好きだから言ってんですよ。何嫌いなら行きゃしませんよ。そういうもんでね。だからね、会社の社長によってもね、全然飲まない人と飲む人とあるでしょ。牛山さんなんてこないで来た人はもう酒の付き合い絶対しないんですよ、あの人はね。ほいちゃんとね、あの人は面白いんですよ。この間あんまり話しなかったけどね。最初の頃僕呼ばれてね、熱海でね、日本全国のね、自分のところのね、ハリウッドの化粧品を売ってくれる販売店を全部集めるんですね。これでもやっぱり、熱海でね、まあご馳走もしてね、いいところ泊めてね、温泉に入れるんですよ。その代わりね、そのね、みんなね、その集めた時でね、あの人が説教するね、成長年の説教。ひかーってやるんですね。眠ったりしとったら大変なんですよ。バーッと起こしてもらう、大きな声出してね。そうするとね、みんなもう、説教聞きに来たんじゃない。遊びに、せっかく俺が売ってやってんだからね。一年に一遍遊ばしてくれと思って来てんでしょ。ね、牛山さんの説教を始めるとね、内緒で酒持っててこう飲んだりね。面白いんだって。おい、説教聞きに来たんじゃねえぞなんてやってね。社長の説教もやめえなんて言ってやって、初めは嫌われたんですって。どこだってね、自分の品物を売ってくれる会社のね、お得意さんにね、みんな酒飲まして遊ばすだけなんですよ。お説教なんかしとくない。ところが牛山さんがもうどんなに嫌われてもやったわけ。でも一人じゃ叶わんちゅうんで僕に来てくれって言ったら、やっぱりあの浴衣を着てね、もう風呂に入った後でこんな浴衣着てポーって言ったら、話はしにくいわね、ご馳走いっぱい出してもう一杯飲んだら顔してふーってね。何の話してやるこの野郎ちゃうんでね。妙な野郎がその時ヒゲ伸ばしとったからね。ちょびひけんやしてやめきやがってねえんだちゃな顔してから、もうあんな話に聞くこともないですよ。そういう状態だったの。波長多いですよ、みんな。聞きに来てないんだから、そんな話を。飲みに来てんだから。そういう人にね、いくら成長の話だってね、面白い。だからもう、色気の話をするとみんな見る、こうなってね。僕、ああいうとこ行ったらもう、そういう、ろくな話しなかったんで。それで、目がこう輝いてきてから成長の話そうと思ってくる。あら、難しいですよ、皆さん。あんたらでやってください、そら。一杯飲んでみんなばっかになってから、ぽーっとして聞いたら。もう波長合わないね、大体。だからね、例えば映画なんかやってね、人を集めてね、成長の話したらいいなんだけどね、映画見に来た人とね、成長の話聞くと波長が違うでしょ。そこでね、映画住んでから話したらみんな帰っちゃいますよ。だからそれ知ってもダメなのね、そういうのは。役に立たないんで
だからね、やっぱりね、今度のね、清張先生がおいでになるんでもね、やっぱりこういう真面目にね、こう、通貨でも出してね、自分が買って人にあげるとかね、で、この、ただでね、この券をね、ドネーション通貨と書いてあるのね、どこって言われることあるけどね、パーの券をあげたってこれダメなの。パーの券をもらったら、そうだって破ってそれは捨てますよ。通貨と書いてあったらね、値打ちがあるからやっぱりこれをもらって、買った人は必ず来てくれるんです。1ドルでも2ドルでも出しといたら行かなきゃ損だから来てくれるんですね。で、また、そういうもんでね、日本でもね、だから谷口先生がこの前に書いてあるでしょ、献身っていうことをね。ただなら読んでやろうなんていう心の人は本をいくらあげてもなかなか読んでくれないと。だからね、私はね、これできるだけ皆さんがね、たくさんお買いになってもね、この井上先生が50枚買ってくださったね、この間の熊谷さんもね、すぐもう50枚買ってくださったんですよ。100ドル出してね、まだ、もしこれが50枚足らなかったら、あと50枚買って100万円を配りたいっておっしゃってられるけどね、そういう人が出てきたわけですよ。で、そういう時でもね、もう、ターであげるんじゃなくて、できたらね、それをまたね、どうぞね、2ドルもらってね、こう、配ってください。そうするとね、出した人はね、来てくれるんです。だからね、またね、信者になってくれるんですね。こちらのメンバーになってくれますからね。あんまり心安くね、こう、誰でも帰ってもいいからってあげたんじゃ来てくれないからね。そういうところも気をつけてね。これは清張先生のちゃんと券ができましたからね。この間日曜、初めて出しましたけど、声少し来てますから、ご希望の方はどうぞね、お求めいただいて、ぼつぼつでもいいから、もし来れなかったらもうその方は寄付したつもりでね、一つ運動していただきたいと思う。そのお金はまた清張の本のために使わせていただきますしね、決して無駄にしませんので、寄付したつもりで出していただきたいと思うわけです。だからね、こういう、これでもね、私はね、もう一番大事なのはね、石山さんがね、そういうことをやってね、そういう酒を飲みに来とるような人にね、やっていってね、非常に苦労されたんです。しかしね、それを10年続けたの、偉いでしょ。そしたらね、しまいにはね、社長のあの話を聞く会になってしまったんです。そしてね、成長の話を聞いてね、もうそのね、自分のね、何百件っていうね、全日本のハリウッドを売ってくれる人のね、共産党員だったのがね、ものすごい共産党員だったのが、そういう中で、ね、特にそういう人を取り立ての連戦上を起こしたらね、成長の熱心な信者になってね、それから売り上げが一番になってしまった人なんですね。そういう人があったりね、だからね、ハリウッドの化粧品の会社の、化粧品を売ってくれる会社の人をどんどん成長年にしていくんです。成長年にしてしまったらなぜかちょっとね、成長年の信者になったらその店が必ず栄えるんです、これ不思議なことに。それでね、牛山さんはね、何もね、自分のために成長年にするんじゃないんだと。その人の幸せのためとね、お店が発展するために成長年の信者を知ってもらうんだって言ってね、強制的な意味やっていくんですね。ところがそれがまた成功しているわけですね。だからね、結局ね、成長の世に入ってね、神様とね、一つになってね、人間は栄えるのが当たり前だって気持ちになってくるとね、自然に栄えるようになってくるんですよ。そういうね、仕事なんてものはね、石川啄木のね、ようにね、働けどね、とも言うようなね、働いてもさっぱりね、儲からないと、貧乏ばっかりしてると、じっと手を見るっていう情けない歌を歌ってるでしょ。あんな歌ってってるのに人生観を持ってたのに栄えないんです、これは。ですからね、そうじゃなくて、谷井先生がよく言われますけどね、石川啄木が貧乏したのは無理ないって、あの人の考え方の中に人生は貧乏するのが当たり前だっていうのはね、根本的なね、潜在意識を持ってるからそうなっていくんだって言うんですよ。だからね、皆さんが根本的なものの考え方を変えていかなきゃね。そうすると、心的磁石ですから、類は類を持って集まる。豊かな心を持った人には豊かなものが集まってくるんです。友達も貧乏人じゃなくて、豊かな人が、友達ができてきますね。で、私も、東京で、成長年の、栄える会っていうのを始めてから、そういう社長さんたちと付き合い出してから、自分の頃は随分変わってきたわけです。そうするとね、お付き合いする人が非常にこう豊かな人とお付き合いするようになったんですね。そうしてくると、自分の雰囲気も豊かになってくるわけです。そうするとまたね、成長年入って僕の友達の、そういう人がね、訪ねてきてくれるようになるんですね。だから皆さんがね、豊かになろうと思ったら、豊かな心になる、なるようになったらいいですね。はい、それでその次行きましょう。この二つの法則大事なんですよ。類は類を呼ぶという法則と、類でないものは反発すると、この二つの法則に支配されてるんですよ。そこで、それで不幸な事件に遭う人々は、
誰を恨むことない。誰を恨むこともない。自分の心のうちにそんな不幸を引きつける不幸の種を必ず宿しているからであります。だから昔からなぎつらに蜂とか悪いことはサンバールとか言いまして、人間の運が傾いてくると各方面から悪いことばかり引き続いて起こるようになるのであります。運命が傾くというのはその人の心の中に不幸な事件に吸い寄せる、事件を吸い寄せる磁石ができているわけであって、こんな磁石を心の中から取り出して捨ててしまわない限り、その人の運命が良くなる気遣いがないと書いてあるね、先生が。これ気をつけないかんね。だから、では不幸な事件を吸い寄せる心の磁石とは何であるかと思う。ここに吸い寄せてください。これがね。これを知らなきゃいけない。その根本というのは神と一体でない神と離れた心であります。これ吸い寄せてください。神と離れた心、これが一番根本なんです。心の内に神という無限力に生かされているという自信がなく、これ吸い寄せて、ここも吸い寄せてください。ずっとね。自分の生命は物質の偶然的集合 で作られていて、外から加わる偶然の力ですぐ破壊してしまうものであるというような誤れる生命感が我々の心の奥底の大部分を占領していると、それが磁石となって不幸を吸い寄せる。病気を引き寄せる。その他様々な人生苦を引き寄せる。ここまで吸い寄せてください。神と一体でないっていうね。だから人間は神の子であるっていうことはね、無限の可能性を持ってるっていうことね。神体だっていうことは素晴らしいことなんですよ。だからね、真相感をしてね、神の無限の知恵の海、愛の海、生命の海、供給の海ってね、神と一体の気持ちをじーっと持って、神の無限の供給流れいる流れでしょ。それで本当に自分は神と一体で豊かなんだってね、金なんかなくてもいいんですよ。一文もなくたっていい、外にね。借金がいくらあったっていいんですよ。自分の心の中にまで豊かなものをじーっとね、こう、持ってくるとね、それが引き付けられるんですよ。だからね、戦争の、住んでからね、日本でね、あのね、混沌とした状態からね、立ち上がったね、人はね、満州からとか外国から引き上げてきた人が多いんですよ。立ち上がったんですよ。それはね、満州やなんかでね、大きな仕事してた人はね、一文なしになって帰ってきてもね、やっぱりその気持ちが大きいでしょ。だからね、もうあの焼け跡のね、日本の中から立ち上がっていってるのはね、そういう人たちが立ち上がったんですよ。それは谷口先生がよく言っておられましたけどね、そういう、もう満州でもってね、もう一文なしになって帰ってきたってね、向こうで知ってることが大きかったらね、豊かな心を持ってるんだと。形は一つもないけどね。一番もないけども、心の中に豊かなものを持ってるから、それで大きな仕事ができていくんだということになるわけですね。だから皆さんがね、豊かな心を持つことです。はい、その次行きましょう。だからこの磁石を取り除けるためには、何よりもまず自分は大生命の無限力に生かされているという徹底した大信念を心の心に築き上げて、ここね。何よりもまず、自分は大生命の無限力に生かされているという徹底した大信念を心の奥底に築き上げて、自分の生命は決して物質の偶然的集合で作られていたものではなく、常に大生命の無限力で守られているという真理を心の奥底深く信ずるようにならなければならないのであります。ここまで筋とか言ってね。これはね、根本的なことなんです。我々を生かさずにはおかない無限の大生命の力。それは神とも現れ、仏とも現れ、名前の付けようがないので、ある教えではこれを妙と言います。ともかく宗派によって名前が異なっているにしても、みんな一体である。この霊妙な無限力に生かされているということを信ずる者には力が与えられる。どんな不幸な事件が近づいてきても、その人を傷つけることができないのであります。昔ある接客、まあ人を切る人ですね、殺す人が、構想を暗殺しようとして、親鸞上人だと思いますがね、毎日付け狙っていたけれども、どうしてもその構想と道が行き違いになって刺すことができなかったというような話がありますね。これはね、今日はこの道から来るかと思ってその道に待ってると反対の道取られるんですよ。こっちの道をね、今日はじゃあこっちで待ってようと思うと反対の道取られてね、どうしても会えなかった。あったら殺されてるわけです。そうなっていくんですね。だからね、そういう不思議なことがあるんですね。
だからね、自分の心の中に自分を刺す剣を置いとかないものは、外から刺そうと思っても刺すことができないって言うんですよ。キリストはね、剣を持つ者は剣に滅びるってことを言ってないでしょ。あれと同じですよ。自分が人を刺すような心がなかったらね、人が刺そうと思っても刺せないんです、これは。これは素晴らしいですね。ある高僧が残債に処せられる、これは日蓮聖人ね、切ろうとしてね、刀を振り上げて、その刃が帰って切り毛に降りてしまったというような話は作り話のようであっても真実それは起こりうる事実であります。これはね、皆さんね、一番すごいのはね、満州でね、終戦後にね、間違って、兵隊に捕らえられてね、共産党の兵隊に捕らえられてね、死刑に処するって言ってね、そしてこう死刑に処せられて、5人ぐらいの人がもうすぐそばから、こう、弾を撃つんですよ。5人の人が弾をね、兵隊が弾を撃って、これはもう、すぐそばですから必ず当たるんですよ。ところがその時に、彼はですね、もうこうして、合唱したから、もうこうやったらできないよね。もう声高らかに髪を見たとないだ。死ぬ時にね、日本男児として見苦しくないように言っちゃうね、いいきーとしてもう声よく出たと思うね。僕なんかね、そんなこの鉄砲の前に来たら出ない声がね。この辺が積んだって出ませんよ。ところはそれをね、声高らかにね、いいきーとしって初めてね、それで髪を見たを歌ってる最中に向こうが打ったけどね、ご安とも当たらなかったと。あ、こう、そばでね、狙って撃って当たらないんですよ、5人が。そしたらまた品人が面白いね。5人撃って当たらなかったから許してやる。帰れって言って帰ってきた。それで帰ってきてる人が事実おってね、僕にその話してくれた。小林くんっていう人でしたよ。これは、鉄道に勤めてる人。ほら、もう、全く恐るべきことですね。そんな人2人ぐらいあるんですね。ですからね、髪を見たんですからね、シナ人の人がね、殺そうとしてね、こう、剣を振り上げたときね、こう、真相感をしてね、この姿勢をしたからね、お前ね、それ抜けてくれて、切れんちゅって言った、それね。拝まれたら切れんちゅってね、言われたって言うんですよ。いや、これはわしの信仰だから抜けるわけにいかんって言って、そしたら、とーっと何歩振り上げても、よう切らんと帰っていったって言うんですね。よう切らなかった。で、帰ってきた人もいます。だからね、もうね、もう本当に神と一体になってね、そういう気持ちになってる時はね、撃っても弾を撃っても当たらない。切ろうとしても切れないものが現れてくるんですね。これは類でないものは反発するっていう人のね、法則から来てるわけで。これをね、皆さんがよく知ったらね、人生を幸せにするコツができますからね、ここが、この次にまたね、そのとこ非常に素晴らしいのがありますから、もう一度これを、もう一回勉強しましょう。これは素晴らしいところですからね。皆さん一つご勉強していただきたいと思います。で、今日はどうもありがとうございました。それでは134ページ、終わりからね、4行目の5行目のところからもう一度読んでいきましょう。下の方にね、残材の、まあ、刀で切るですね、刑に、残材に処そうとしたらその刃が返って切れ切れに折れてしまったというような話は作り話のようであっても、真実それは起こりうる事実であります。これは日蓮聖人のお話ですね。そういうことになるわけです。ともかく自分の心のうちに病気や死がなければ、我々は病気にかかることも死ぬこともできないって、ここへ筋とか。だからね、自分の心のうちにね、病気や死がなければ、我々は病気にかかることも死ぬこともできないって、素晴らしいことですね。人間は死んでも死なないっていう真理を知ることね。これ永遠の生命であるということ。この間もね、英語の方の日曜日の水曜日ですね。この前の水曜日に、英語のこういうミーティングがあるときにみんな集まってもらってね、なんか質問ありませんかって長いことをちょっと話ばっかりしてたからね、質問ありませんかって聞いたら、一番先聞かれたのは今、付近原さんがここでね、憲法を教えておられる憲法ね。少林寺憲法って言ってね、教えてられる。それで、それをアメリカ人がね、成長の絵と憲法とどんな関係があるかと、相手をやっつけるんじゃないかと、それをその成長の絵とどういうふうに結びつくのかというようなことをちょっと聞いたんですよ。だから私はね、武道というものをあんた方知らないからそういうこと言うんだと。日本の武道というものはね、相手をやっつけるためじゃないんだという話をね、したんですよ。
これは非常にね、面白い話があってね、谷口先生がお書きになっておられたんですよね。柳生流っていうね、もう柳生田島守の始められた柳生の憲法のね、古楽憲の方ですね、極意の書があるんですね。そのうちに極意の第一段階で、一番下の段階っていう第一段階はね、十人必殺の剣って言ってね、十人がかかってきたらね、十人みんなね、殺してしまうっていうのは、これが相当偉い人なんですね。十人かかってきたらみんな殺すんだろうか、大したもんですね。十人必殺の剣、十人を全部殺してしまうんです。ところがね、もう一つ偉くなってくるとね、本当に剣の悟りを開くとね、十人一殺の剣って言ってね、十人のうち一人だけ殺すって言うんです。十人かかってくるとね、その中の親分がいるから、その人だけ殺したら、あと国が逃げるって言うんです。殺さないで済む。最高のね、極意はね、何かって言うとね、戦わざるの剣っていうのがあるんです。もう人がかかってこないような人間になるのが剣道の極意だって。素晴らしいですね。もう人はね、もうそんなにかかってこなくなる。だから剣道でもね、こう、憲法でもね、何でもね、本当に上になってくるとね、争う心がなくなってくるわけです。そうするとね、人が争いを吹っかけなくなってくるんですね。だからまた下手なもんほどやっとるわけね、ちょっと憲法を習うとやってみたくてしょうがない、殴ってないですね。生病法、大怪我のあれになってくるわけです。この、本当に、分だと。だからね、日本の道っていうのは全部ね、神様から出たね、その方法に従った憲法でありね、剣道であり、柔道であり、お花でありね、そんなもんだって言ったら、よく分かったって言ってね、みんなアメリカ人が言ってたんですけど。しかし今の、それが本当にアメリカの人に分かってるだろうかって言ったら、分からない人は吹き原さんに聞きに来いって言ってたらね、それ本当にね、本当にそういう成長の絵の精神とね、その、一つになってくるんですよ。本当に達人になってくるとね。面白い話があるんです。谷口先生がよくお話になりますけどね、一人ね、剣道のね、素晴らしい六段階師団のね、名人がいたんですよ。その人がね、その先生っていうのはもう70歳超えてるけどね、どうしても叶わないんですね。試合をするとね、3本のうち2本は打たれるんです。1本しか取れないというんですね。こんな野郎、なんとかしてこの老いぼれ目やっつけてやろうと思って、何本言っても取られちゃうって言うんですよ。そしてね、成長の園入ってね、そして、成長の絵の生命の人を読んだんですね。そしたら時代一体だってことが分かった。相手を打とうと思うからいけないんだ。自分を打ちゃいいんだってこう。相手を打つんじゃない。自分を打つんだってことが分かった。ちょっと分からないね。相手を打つんじゃない。自分を打つんだって。自分をこう殴るわけじゃないんだから。相手を打つなんて思うのは間違いだと。時代一体なんだってことが分かったって言うんですね。そうだ、相手を打つんじゃないって。だから谷口先生はね、いつも言われるのはね、剣道でもね、打って勝ったんじゃないんだ。勝ったから打てるんだって言われるんです。面白いですね。僕はそれが最初わからなかった。こうね、パーンと打ってね、おめーんって一本打ったから勝ったんじゃないんですよ。勝ったから打てる。心の中で先勝ったから打てるんだって言うんですね。まだそれが初めわからなかったけどね、本当に心の中で勝たなかったら絶対に勝てないんだっていうことをね、先生はおっしゃるわけです。で、私はね、その話を聞いてね、それでその、弾を持ってる人がね、自体一体、自分を打つんじゃない、相手を打つんじゃない、自分を打つんだとこう思ったって言うんですね。それでこう、そう思ってから、こう、それを悟り開いてから剣道をやったらね、相手のこの剣の動きが実によく見えるって言うんですよ。相手を打つんじゃない、自分を打つと思うから簡単ですよね。自分を打つんだから。相手を打とうと思ったらどうごまかすかなとかって言うんだけど、自分を打つんだから簡単なんですよ。そしたらね、その時に、まずね、こう、剣の動きがよく見えてね、相手をスパーッと打ったらね、一本取ったんですね。それで続けて二本取ってね、あと一本は負けた、まあ、打たれたらしいんだけどね、とにかく勝ったわけです。そしたらその先生がね、お前どこで練習してきたって言ったそうです。どこでも練習せん、生命の人を読んだって言ったのに、ね、その本わしにも稼いって言ったってね。じゃあ皆さんね、それ素晴らしいことでしょ。一つもね、剣道の練習したわけじゃないんですよ。心が悟り開いてね、自分を打つんじゃない、人を打つんだと。だからね、今はね、柔道でもね、こう、目方の大きい力のあるものが勝つような柔道になってきたっていうことはね、本当は、柔道じゃないんでね。相手の力を利用して、こちらがね、相手を投げるところに日本の本当の柔道があったっていうことをよくね、三船さんで終わったっていうことを言われますけどね、小さい方だったのね、合気武道っていう上芝っていう人がね、この天竜っていう皆さんご存知かもしれない、お相撲取りがいましたね。天竜ってもう有名な相撲取りがいました。それはね、右銀座で。私その天竜とちょっと知り合いだったもんだから、あなた、その、満州にいるときに上芝っていう合気武道の先生なんかついて習ったことあるそうじゃないですかって聞いたらね、私は相撲取りだってね、相撲取りやっとったから体も大きいんですよ。もう六尺豊かな男でね、ものすごく堂々としてる。
上島さんというのは小さい方なんですかね。小さい方でね、年を取ってね、もう本当にね、老年になってね、全然ね、その、見たら強そうに見えないんですね。山一緒に登ったって言うんですよ。ちょっとすまんけど、お前腰を押してくれんかって言ってね、腰を押してこう、足をちょっと、こう、上へこう押し上げてくれんかって言われたんだそうですね、天竜。こんなちっちゃいおじさんを押し上げるわけないと、相撲取りとか押すの専門ですからね、これ。これでこう、道のところへね、こう、ちょっと押してね、ちょっと上がった時ね、さっと止まっちゃったって言うんですよ。どんなに押しても動かないって言うんですよ。もう小さい男ですよ。肩から言ったらもう絶対もう押しのけない。相撲取りが押すんだから絶対これ強いわけだけど、動かないって、ちょっとこうやって、筆にこ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 笑ってるって言うんですよ。それでね、その時に天竜がたまげたって言う。力じゃないってことが分かったって言うんですね。そしてね、上島先生に聞いたらね、いや、お前の押してる力は相当上抜けとるって言うんですよ。抜いてしまってるって言う。そう言って言われたって言うんですね。ほら、もう、そういう話を聞くとね、これは体が大きいとか小さいじゃないんですね。自体一体だって言うんですよ。だから谷口先生がよくね、合気武道っていうのを私たちにね、お話しくださったことありますけどね。だからそういうことと、ね、腕力やなんかじゃないんですね。心の問題になってくるんです。だから、こういうね、自分の心のうちに病気や死がなければ、我々は病気にかかることも死ぬこともできないっていうね、いう、こういうのはこれ素晴らしいことなんですね。だから声すぎといて、もう本当にね、人に傷つけられないと思ったらね、自分自身がね、人を傷つける心がなかったら人から傷つけられることないんですよ。はっきりそういうね、そういう気持ちを持っていられたらいいんですね。はい、それではその次行きましょう。自分の心のうちに刃がなければ、我々は刃にかかって死ぬことがないって言うんですね。こういう素晴らしいですね。人を裁く心のある人は裁かれる。ピストンの弾に当たるような人の心には必ずどっかにピストンの弾と同じような一徹な鋭い性質があって、その心の引力はピストルを引き寄せているに相違ないのであります。こういうふうに書いてあるね。だからね、こうなってくるとね、人に殴られてもね、自動車にぶつけられてもね、これは自分の心の影になるからね、大変ですよ。今まで相手が悪いと思ったら、みんなこっちが悪くなってくるからね、引き寄せるっていうことなのね。それで、ね、その次にね、柳生田島の神のような剣道の名人でも全然心の中に剣を持たない人は切ることができない。その証拠に田島の神は卓腕禅師に打ち込むことができなかったと言います。どうしても打ち込めなかったってね。剣でもピストルの弾でも外から我々に打ち込んでくるようだ、来るものだと思ったらそれこそ大間違いで、我々の心の内にそれを引き寄せる磁石があって、周囲から剣でもピストルでも災難でも病気でも失業でも引き寄せるのであります。ここの道理がお分かりになりますと、どんな災難にあっても病気にかかっても外に対して恨んだり小言を言ったりする必要がなくなって、自分の好まない事件が起こってきたならば、自分の心の中にその好まない事件と同じようなものがあるということを顧みて、そのよろしくない性質を心の中から取り去るようにすればよいのであります。そうすると自分の周囲環境状態などが自分の改善された心を映し、改善されてくるのであります。だから自分が変わったら周囲が変わるんですね。これが非常に大切です。からね、私のところに来てね、でも練成道場に来てね、面白い体験を持ってるのがあるんですね。うちの練成道場は、私のいます、飛田家の練成道場っていうのは、調布っていうところで、東京の郊外なんですが、あそこはね、近藤勇が出たところなんですね。あのグループが出たところでね、非常にこの気骨があってね、今でもね、チンピラみたいなのたくさんいるんですよ。僕もね、満州から引き上げてきた時にね、これで、いきなり、飛び滝の練成道場の責任者なんて言ったでしょ、2、3年経ってから。僕も満州から引き上げた時はもう、馬賊になろうと思ってたところから帰ってきたんですからね、すごい顔しとったらしいね。自分じゃわからないけどね、自分じゃ優しいつもりだけども、人から見るとそうまかったらしいですよ。ほら、もう谷先生から頼まれて、先生から頼まれて言ったら申し訳ないけども、これをやりなさいって言われたんだから、もう命がけでやってたんですね。そうしたらね、もう、こう、その辺のヤクザの親分がいたんですね。よく道ですれ違うんですよ。もう僕はもうへともなかったのね、その頃は。満州から引き上げてきて帰ったから、自分が死ぬと思うことを何遍も通り越して帰ってきたでしょ。その時ね、私は何を知ったかっていうとね、人間はね、死のうと思ってもね、どんな困難な問題にぶつかってもね、自分がするだけのことをしなかったら死ねない人間だってことを僕は思ったんですね。皆さんね、本当に皆さんの中にね、神様から与えられた使命があったらね、
病気になったって何になったってね、そんなものね、死ぬことないですよ。皆さんがしなきゃいけない使命をね、果たしてからね、死ぬことになるんです。絶対にそういうもんですね。私は何回も何回もそういう危ない目に遭ってきてるから、そのことを思ってたからね、自分の心の中にね、敵とかそういうものなかったわけですね。そしたら後で、その5、6年経ってからですかね、電車の中で、あれが親分だって聞いてね、あれこの近所のもうずーっとね、ヤクザの、だいぶ周囲の親分だってことを聞いたんですね。そんなこと知らなかった。それから後でね、いやーって言って僕挨拶したんですよ。そしたらね、向こうからも、いやーって言ってね、いやー、先生変わりましたなーなんて僕に言うんですよ。ヤクザにしたから変わったちゅう間だったね。あんたも変わったじゃないかって、まあ、しょうがないけど僕はそう言ったね。そしたらね、なんていうかちょっとね、まあ、先生に初めて会った、僕は向こうは先生って言うんですよ。でこれね。初めて会った時はね、もう先生が歩いてくると、よ、足は避けましたよなって言うんですね。冗談じゃない、俺みたいなおとなしい男、喧嘩したらすぐ逃げる男、なんで避けたんだって言ったら、勢いが違ってたって言うんですね。そんな喧嘩とかなんとかの雰囲気じゃなかったって言うんですね。はい、でも、私がね、戦争済んでから後ね、マッコアサですよね、向こう行ってからもね、日の丸の旗立ってもいいって言っとられるんですよ、はっきり。平和の象徴だからね、日の丸の旗立ってもいいって言うのに、なんかね、その、日本人がね、日の丸の旗立っちゃいけないっていうに、日本人自身が怯えてたんですね。で、私は行ってね、日本人がね、日の丸の旗立って何が悪いかって、連戦当時一番先大きなね、ポール作ってね、日の丸の旗は僕は立っちゃった。近所の人が2、3人飛んできてね、日の丸をこう見ながらね、ポロ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 泣いてんですよ。おっさんがね、ヤクザみたいなおっさんが来てね、泣いてんです。どうしてあんた泣いてんだって言ったら、先生、日の丸立ってもいいんですか、立てていいも悪いもね、日本のこの象徴じゃないかと。立てて悪かったら、マッカーサーが怒ってくるから、それまで立てとけばいいじゃないかって僕が言ったの。誰も怒りに来んからいいんじゃろって言われて、毎日立っと。本当に周囲から飛んできてね、その日の丸見てポロポロ泣いてましたよ。戦争後に日の丸なんか立ったことない時ですからね。やっぱり日本人がね、そういう時でもね、自分たちは何も喧嘩する気も何もないでしょ。自分たちがね、日本人の誇りをね、失っちゃいけないと思って日の丸立ったんですからね。それで、それをね、もうこちらがそういう気持ちだったらね、誰も文句言ってこなかったしね、僕はずっと立ってましたよ。あの頃日の丸立ったのは僕らのもんじゃないですか。誰もね、昭和23年ですからね。戦争に負けてからまだ3年目ですよ。その横にもう立てて、何とも言わなかったですね。だからね、この自分の心の中にね、そういう、この相手をね、怖いとかね、やっつけたろって、喧嘩しようって気があったら怖いですよね、こっちが。そんな一つもないからね、怖くなかったわけでね。で、後で、まあその人と非常に仲良くなってね、その、いろんな面白い話したんですけどね、後で言われて僕ヒヤヒヤしてね、あの時あんなこと言って、両手振って歩いてたけどね、殴られてたらもう大変なことだったと思ったけども、まあそういうことに目に合わないで済んだわけですね。もうとにかく私は日本の国がこんなになってしまったんだから、青年に立ち上がってもらいたいと。もう一日でも早く日本の青年に立ち上がってもらって、日本の国をいい国にしてもらわなきゃいけないと。これ成長の話を伝えること以外に、日本の国を良くすることは、良くすることはできないんだっていう、ただそれだけ考えてやってきたんです。もう無我夢中でね、5年も10年もやってきたわけです。ところが谷口先生が追放の状態でしょ。だから愛国心の話なんかしたら、いっぺんに成長年潰されてしまうんですよ。だからね、僕はね、親孝行の話をずっと話してきたんですね。親に感謝するようになるとね、必ず国を愛するようになるんです。親にね、反抗するとね、自分の国にね、背くようになってくるんですね。だからね、共産党員なんかでね、随分暴れてたのが、この成長年入って治ったのはね、親に感謝するようになってからみんな治ってくるんですね。だから、そのね、そういう自分の心が変わったらね、日本の国を別に違って見ることができるんですね。同じ日本の国の状態を違って見ることができるっていうのがね、楽しいことですね。連戦に来た青年が一人ね、ありがとうございます、ありがとうございますって、もう、喧嘩ばっかりしとったヤクザみたいな、の子分みたいな男ですから、この合唱なんかしたことないでしょ。それが連戦道場に来て、ありがとうございます、ありがとうございますってやっとったのね。そしたら一週間ぐらい、経った時に、ちょっと近所で買い物に行ったんですね。向こうから、この、チンピラが二人ほど取り巻かれちゃったんですね。二人かさんに取り巻かれて。もうその男は声来るまでは飯よりも喧嘩が好きだったんね。探して喧嘩しとった男でしょ。それがね、なんか言ってきたら、
ところがね、向こうがね、なんか脅しかけていったときに、喧嘩する気がないでしょ、こっちに。いきなりね、ありがとうございますって言ったって言うんですよ、向こうが言ったら。そしたら向こうがふざけんなって言ったってね。せっかく喧嘩をぶっかけてるのに、ありがとうございますって言ったんだからね。ふざけんなって、いや、ありがたいんだ、ありがとうございますって言ったんだね。これでもありがたいかって、ドス抜いたって言うんですよ。もう、こう、ドス抜かれたら、今までだったら、絶対もうね、やっつけるんだけどね、もう一遍ありがとうございますって言ったわけですね。で、いきなりそのドスね、スポーッとやってきたけどね、本気でやっぱりできないんですね、こうやってる人間ってのはね。だから、ここへ当たったのね、ここへ。で、ここをスポッとちょっと刺した。だから血がタラタラっと流れたんですね。まあ、ちょっとしか切れなかったんでしょう。そしたらね、あれ、やりやがった、カッとこうなったけど、いや、ありがとうございますってなったね。そこは面白いところですよね、習慣になって。そしたらね、ありがとうございましたらね、向こうの二人がね、ものすごい慌てとるって言うんですよ。おい、お前手拭い持っとるかって言ったら、手拭い。俺持ったら、お、なんか手拭いないか、手拭いないかって言ったね。そしてね、一人がね、日本手拭い持ったら、それじゃじゃ裂いてね、繋いでここをね、こっちは何も言わないで包帯してくれたって言うんですよ、向こうが。どうぞ刺しといて包帯してくれたって。わしは喧嘩してね、向こうに刺されてね、包帯してくれたのは初めてだって言ってた。相手を怪我させたことあるけどね、自分は刺されたことほんないって。包帯してくれたよって言ってね、みんなの前で涙流した体験がして。今日私はね、本当に喧嘩して勝ったって気になったって言うんです。今までは相手を殴っていつもやってくださった。それで勝ったっていう気がしなかったって言うんです。ところが今日は刺されてね、ありがとうございますって言ってね、向こうが包帯してくれてね、そうなんだなって言ってね、そうなんだなって言われた時にね、今日は本当に勝った。もう私はね、暴力の喧嘩やめますって言って帰っていったんですよ。私はね、その心が嬉しかったんですね。だからね、なんか暴力で相手をやっつけてみたってね、本当に勝ったような気がしないんだと。本当にそこにね、相手の一層がんでね、真相がんで、そして相手がね、心が変わってすまんって言った時にね、本当に勝ったっていう気がしたっていう話を聞いてね、自分が変わったら世界変わるんだということをね、教えられたわけです。だから皆さんね、こういうふうにね、どんな状態でも自分の心が変わったら運命が変わってくるっていうことをね、知っていただいたらいいわけです。はい、それではその次行きましょう。先日ある読者から、霊感が養成されて未来の事件があらかじめわかるようになれば、金儲けもできるだろうと思うから、真相観によって未来の投資力を得たいから、どうぞご指導を願いたいという意味を書いて起こされたのであります。こういうのも困ったもんですね。もう、こう、真相感にすると先のことが分かるようになって、それで金儲けができるだろうから、それを教えてくれって言うね。谷口先生はこう書いた。どうもこういう方には返事に困るのでありますって書いてあるね。真相感を金持ちに使うんで、金儲けに使うんだからね。多少とも霊媒的天分のある人は、催眠術によっても、鎮魂によっても、座禅によっても、真相感によっても、その他の霊術によっても、遅いか早いかの差はある、あれ、未来を、投資したり予感したりすることができるようになります。しかし未来の投資能力があるということと、その方が幸運になるということとは全然別であります。こういう数字を引いておいてください。これが大事なんです。未来の投資能力があるということと、その人が幸運になるということとは全然別であります。これは大切なことですね。いいですか。先のことがね、予言できたって何もならないんですよ。全然別であります。多くの人はいわゆる未来の予知能力がなくとも幸福になるのであります。ここが大事ね。ここまで推移となる。先のことが分からなくても幸福になれるんです。これに反して いかに未来の不幸が予知されても、先刻述べた鍛冶屋さんは水車に巻き込まれて足を折り、少女は電車に引かれて死に、M 夫人はネズミに驚いて倒れて流産したのであります。本当は予知される未来というものは、心の世界にで既に起こっている現在であって、あることが心の世界に起こってしまった以上は、その写しである物質世界に、その事件は必然的に起こってくるのであります。ね。これはとても避けられない。これを避けるには、心の世界に自分の好まない事件を全然起こさせないようにする他はない。この前のね、いいですか。心の本当はと書いてあるでしょ。2、4、5行目の一番下のところね。本当は予知される未来というものは、心の世界ですでに起こっている現在なんですよ。未来じゃない。だからね、あることが心の世界に起こってしまった以上は、その写しである物質世界
にその事件は必然的に起こってくるのであります。ここに数字とか言ってね。これはとても避けられない。これを避けるには心の世界に自分の好まない事件を全然起こさせないようにするほかはない。不幸が起こってそれを予知できるよりも、予知できなくても何の不幸も起こらない、起こらぬことに、越したことはない。ここが大事ね。大体未来の予知的能力を獲得しなければ自分が不幸に遭うであろうな、遭うであろうというような自己を信ぜず、神を信ぜざる心的態度そのものが既に心の世界に自分の不幸の種をまいていることになるのである。先のことがね、こう見通しがつかないようなことでは自分は不幸せになるだろうなんて、そんなこと思ってることがもう既に不幸せの種になっている。だから皆さんね、もう絶対にね、自分はね、神の子なんだから幸せになるのが当たり前だっていうね、その信念を強く持つことです。どんなことが起こってもね、もう皆さんに何回も申し上げるけどね、明るい少年を持つことね。だからね、どんなことが起こってもね、これは良くなる前提であるっていうね、良くなるためのこういうことであるっていうことをね、風邪ひいた時なんかでもね、ああ、風邪ひいて困ったと思わないんでね、これで風邪が出ていくんだと思えばいいんだ。病気になった時にね、大概の人はね、ああ、困った病気になったと思うけどね、病気になることによってね、過去に巻いた悪い業が消えていくんだと思えばいいんですよ。先生はそうおっしゃってないんだから。皆さんが一つ病気みたいな姿になった時にね、ああ、これで昔、思った悪いことが消えていくときに病気という形が現れてきてるんだ。これで自分は清まっていくんだ。ありがたい、これで良くなんだ、これで良くなんだ、これで良くなんだと思ったらね、良くなっていくんですよ。だからね、非常に無門館の教えの中にね、素晴らしいことを書いてらっしゃる。先生書いてらっしゃるけどね、ある、優美論者でね、もう絶対にお医者さんでね、もう、アメーバ責任になってね、もう、どん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 血が出て出血してね、で、アメーバ責任ともう一つ何かあったんですね。すごい病気になってね、で、出血して出血して、もう便所行ってもね、もう下痢をして下痢をして下痢をしてね、止まらないんですね、出血して。でもね、便所へ行って帰る暇がないからね、もうその上で座り通して夜寝る。ね、したっていうぐらいにする。そこへね、成長の絵の信者ね、お坊さんで素晴らしい方がおられた。で、その先生が言ったわけで。医者のとこ行ったんだから面白いね、これ。下痢をするのはありがたいんですよ、って言ったってね。お医者さんですからね、向こうは。下痢をするということはありがたいんですよ。この人はね、また何でもありがたいっていう専門なんです、これ。こういう人が一人おるといいんです。それを皆さん真似てください。どこ行っても、それはありがたいんですよ。それまた顔がいいんだね、その人は。僕はね、その人によく会ってるけども、人相がね、坊さんで鍛えてるでしょ？ニコ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 しながらね、いやー、そういうことが起こったことはありがたいんですよ。何がありがたいんだかわからないけど、ありがたいの気になってくるね、その人に言われると。こういう指導する人は最高の指導者なんですよ。それあんたの心が間違ってるなんていうのはね、もうね、どっかね、もう悪いとこ掴んでるわけですよ。いやー、そういうものはないんですよ。肉体はないんですよ。出るものは出しといたらいいんですよ。もう、出しといたらいいってくたぶれてるんですかね、もうフラフラになって。それ以上出したらなくなっちまう。それでもそれでいいんですよ。ありがたいんですよっていう。とにかくありがたいとおっしゃいっていう。それしか言わないんだから。こうしたらね、やっぱり先生もね、もうフラフラでしょ。おいでうんこしながら。もうこれはしょうがない、やろうかっていうわけでね、医者で何やっても聞かないもんだから、ありがとうございます、ありがとうございますクソ、もう下痢をシャーシャーシャー。もう、そこから出られないんだからね、便所から。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。一晩中ありがとうございますやったらしいの。そしたら一晩中ありがとうございます、ありがとうございますって下痢をしたね、それっきりね、消えちゃってね。もういい気持ちなんで、ぐっすり寝たっちゅうんですよ。悪いものが出ていって、これで消えていくんですよって言うんだから、なんとなくありがたいわけですよね、そら。下痢したから弱るとかなんとか言えないんだから、これで悪いものが出ていって良くなるんですよ。ありがたいんですよ、あんた。その先生はね、痛いことがあったら、痛いのはありがたいんです。何でもありがたいって言っちゃうんだから。頭が痛い。ああ、それはありがたいんです。何でもありがたいって言われちゃうんだね。本当に素晴らしいですね。その人に僕会ってたけども、ニコ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 笑ってね。僕なんかどう来てもね、何が起こってもありがたいんですよ。ありがたいんですよ。何でもありがたい、ありがたいです。聞いてるとまたありがたくなっちゃうんだね、その人の話聞いてる。それでありがとうございます。そう言ってすっかり治っちゃったんですよ。だからね、先生がいつもおっしゃるようにね、夜が更けるほど朝が近づいてるんだっていうことね。病気でもね、死にかかった時に治るんですよ。一番あるように見えた時はね、治るって一歩手前なんです。
死にかかる前はね、まだ悪くなるかもしれんの。とことんまで来た時にはね、良くなるんですよ。よくはね、だからね、僕のね、満州でね、可愛がってた朝鮮の人がいたんです。この人はね、親がね、どこにいるかわかんない。年も自分で生まれた年も知らないんですよ。まあ、このぐらい歯してるからいくつだろうなんてね、まだ歯が綺麗だから年は若いんだから自分で言ってるけど、わからないんです。だから親を恨みね、日本の国を恨み、そしていろんな人を恨み恨み恨みして自分一人で生きてきた恋ですからね。それもが生命の人を得ましたんですよ。偉いですね。独学で地引き引きながらね、朝鮮の人で、ね、自動車の運転手したって、僕の病院のね。それで読んで読んで読んでね、もう、わかりました。してね、僕がね、お父さんお母さん今まで恨んでたけどね、どこにおろうとおるまいとね、自分を捨てようと捨てまいとね、お父さんお母さんがなかったら僕は今ここに生きてないんだと。お父さんお母さんが私を産んでくれただけでありがたいんだと。どこにいようとそんなことどうでもいいって言い出した。で、私はやっぱり日本人だと。本当にありがたいってね、天皇陛下に、もう私はね、天皇陛下、これから感謝してってボロボロ泣くようになってきたんだよ。それで運命変わっちゃったのね、そのこと。それがね、戦争の後ね、私がもう自分の兄弟みたいに可愛がってたからね、東の日本を訪れてきたんですよ。それが王緑港ね、王緑港って大きな川でしょ、朝鮮と満州との間にね、あの大きな川をね、逃げて渡ってきたんですね。いわゆる密航ですよ。国境ですから絶対渡れないやつのね、この漁師の船をね、借りてね、俺こう、漕いで夜渡るわけです。ところがね、その時にね、もうその男は僕がね、ボート漕ぎに出ようって言ってもね、嫌だっちゅう。金槌なんです。全然水の中に入ったらドボドボなんですよ。泳いだことないんですね。だからね、ボートを絶対に僕がいたずらしてね、ひっくり返したら困ると思ってね、僕は水泳の選手だって知ってるもんだからね、絶対ボートは嫌だって言って、ね、行かなかった。その男はね、風呂でもね、深いとこが怖いって言うみたいな男ですよ。そんな男ですよ。それが船に乗っちゃったんだね。もう必死だから。ところがちょうど真ん中に来た時にね、向こうのね、兵隊が見つけて機関銃バーってやりだした。そしたらみんな飛び込んじゃったって言うから。他のもの泳げるから。自分だけになっちゃった。残ったら撃たれる。しょうがないから飛び込んだ。自分も。みんなが飛び込んだから一緒に飛び込んだ。泳げないってことを忘れちゃったんだね。これが面白いでしょ。しかも靴も脱がない。洋服着たまま飛び込んだんですよ。普通の人間だって、泳げる人間だって洋服着たまま飛び込んだら、大概泳げなくて死んじゃいますよ。お前どうしたんだったら、生きて帰ってんだから、ここへ先生のとこ来たんだ、僕のとこ来たんですからね、国へ、日本へ。やっぱり生きてますからね、泳いだんでしょうって自分で言うんですよ。どうして上へ上がったかって言ったらね、飛び込んだら下まで着きましたって言うんだよ。泳ぐこと知らんでしょ。ズボーッと飛び込んだから下までドバーッと着いたわけですよ。そしたら下まで着いたから上踏ん張ったら上上がってきたって言うんだよ。そりゃそうだ。そこまで着き上がるの決まってんだよ。先生がよく言われるけどね、あがくから溺れるんだって言うんですよ。自立したら浮くんだって人間は。それで飛び込んでね、上上がってきてね、私はどうしてあれ泳いだか知らんけど、とにかく気がついたらこっち来とったって言うんだよ。五六個のあの広い海の流れ、川の流れをね、泳いでね、朝鮮の方来とったって言うんですよ。それでとことこ歩いて、それで苦労していろんなものをやって、日本まで来たんですからね、とにかく。僕あの時金があったらあの男をこっちに日本へ置いとくんだったんだけどね、金がないからまあ返しちゃったけどね、まだ僕もね、生活が安定してなかったからね、それだけの人を雇う。本当に今になったら残念です。あの男はね、素晴らしい男だったんですね。今朝鮮でいい指導者になってるんじゃないかと思うんですけどね。もうとにかく激しい男ですけどね、それが、今まで彼女だったのは、王緑湖のど真ん中で下まで着いたらね、上上がってきたって言うんだからね。だから皆さんね、下まで着いたら上がるんですよ。だから苦労は節や節から芽が出るってね、天理教祖が言っとられる。だからね、八方塞がっても天だけ開いてる。僕はもういつもこの言葉好きなの。八方塞がっても天だけ開いてる。必ず道は開いてる。だからね、グレーン・クラーク教授がね、人間の知恵の最後のところが神様への第一歩だって言った。これは素晴らしいね。もう人間としてね、人間の知恵を絞って絞ってね、どうしてももうダメだと思った時に神様が働くんですよ。まだ自分の力で何とかなると思ってる時は神様は本当に働かないんですね。だから空っぽになったら神様入ってくるんです。もうどうもこうならなくなって、神様頼むさーって言ったらいいんですね。そこまで言ったらね、自然にね、もうなんだかんだ文句言わないで神様はさーっと導いてくださるんです。
自分でなんかもがこうとしてるうちはね、まだ神様がね、本当に働かないんです。だから皆さんね、そういう気持ちになってね、本当にこの、なんかね、自分の力でね、真相感してね、先が分かってね、それで金儲けしようとかね、うまいこと逃げようなんて、そんな考え持つのはね、もうすでに自分の力で何とかしようと思ってる証拠なんですよ。私はね、神に導かれてね、幸せになるよりか仕方ないんだっていうね、気持ちになられた方がいいですね。それがね、ここで大事なとこですね。はい、そのようにいたします。それからその次行きましょう。そのような心であればこそ、未来を予知したくもなれば、予知しながらでも、その未来の不幸にぐんぐん不可抗的に吸い寄せられていく。第一、予知してから避けようと思うのでは、すでに遅いって言うんです。先のことが分かってから避けようと思ったってもう起こってるんだからね、心の世界で起こってるからそれは遅いんだ。未来を予知する、それすなわち未来を見るということは、現在すでに心のフィルムにできている事件を心の目で見ることであります。もうすでにできてるの。それが未来の事件のように思われるのは、心のフィルムに自然力と称する活動写真機にかけて、物質世界の舞台面に映し出すのに、今しばらく時間がかかるだけのことである。もうすでにね、この映写機の中にね、フィルムが入ってるわけですよ。その避けがたいと思う事件に、すでに心の世界に起こり済みの事件、避けたいと思う事件は、すでに心の世界に起こり済みの事件であります。起こり済みの事件を避けようと焦るだけがバカな話であります。で、我々は避けられる不幸な事件は、その不幸な事件がまだ心の世界においてさえもはっきりした形をとっていない場合だけですね。ここが大事なんですね。はっきりした、まだね、その見えるっていうことはもうはっきりしてるから見えるんでね、まだね、わからないときはいいんですよ。心の世界においてさえまだはっきり形をとっていない、その不幸な事件に、それは形がないかが、心の目でも、霊眼でもはっきり見ることができないのです。あり。いいですか。予知できるっていうことはもうすでに形があるから見えるんですよ。わからないときはね、まだね、形ができてない。ただそれは漠然と我々がそれを感じ、自分自身の心の世界、性質によって、ある人はその事件の起こるところに近づきたくなくなり、ある人はその事件に近づきがたくなるほかはないのであります。ある人は近づきたくなり、ある人はその事件に近づきたくなくなるほかはないのです。だからね、皆さんね、この、今日はあそこ行こうと思ったけどね、なんとなくこっち、いつの間にかこっち行ってしまったってのあるでしょ？道歩いててね、この面白いんですね。こっち行こうと思ってるのに、ふっとこう行ってしまうことあるんですね。それがね、幸せの導きに行くかね、不幸な道に行くかはね、その人の心の世界によって、どうでもなるんです。ふっとね、その道行ったためにね、非常にいいもの、いい人に出会ったりね、いい店に会ったりね、そこで欲しいと思うものができたりね、私の知ってる人でね、ものすごくね、陶器の鑑定の上手な人がいるんです。もう骨董品の、時期を見るとね、焼き物を見るとね、もう、ものすごく掘り出すんですよ。その人は何て言うかっていうとね、私がね、その、素晴らしい品物を好きだからね、その店にね、いいものがあると私を引っ張ってくれるって言うんですね。その街、道を通ってても、スーッとこうね、その道へ、店へ入りたくなるんだ。私が入っていったらそこに必ずあるってこう言うんですよ。僕ら入ってたけど何もないがね、なかなか、ガラクタばっか買ってきてね。後でしまったと思うんだけどね、その人はね、やっぱりだからね、それからもう一つ言いますけどね、骨董品集める人はよく言うけどね、ガラクタ集めちゃいけませんよと。ガラクタはガラクタを呼びますよって言われる。そう言われるや、僕はガラクタばっかり持ってったらもうそんなのばっか来るね。もうやめて売ってしまおうと思ったけど売れないのね。あの時あれを買って損したなって思ってるとなかなか。僕は唾を昔集めたことあります。
方の妻はね、その頃はもう学生時代ですからお金がないの。自転車乗っちゃ買いに行ってね、なるべく安いもいいも分かんないからやたら集めた。これで100ぐらい集めてね。これで妻の先生のところで初めてね、全然知らんけど僕はもう心臓強かったからね、その時もう教えてもらったら得だと思って妻の先生のところで100ね、こうガラクタ持って行ってね、見せてもらったらね、その先生はね、ポッポポッポ放ってね、その中から塔だけ選んでくれたんですよ。これはまああんた持ってなさいと。他みんな捨てなさい。そしてね、今度買うときはね、この塔の中よりね、もう一つ、これの中にあるものよりいいと思うのを買ってね、この中の一番悪いのを捨てなさいって、売るか、捨てするかしなさいって言われた。そうしないといつまで経ってもあんたのとこガラクタばっかしか揃わんよって言われた。答えたね。だけどそのガラクタ売らなかったけどね。これだからいつまでもガラクタが集まってきとった。いや、本当に難しいもんですよ。自分の心の中でね、ガラクタを捨てるっていうことはね、難しいもんですよ、皆さん。ガラクタ捨てなかったらね、いいもの集まってこないってのは物だけの世界じゃないんです。変なね、こうガラクタの心があるんです、我々にはね。惜しいとかね、こう、なんかね、愛着があるんですね。そういうものを持ってるとね、いいものが集まってこないんですね。これはね、だから、この、本当にね、物を、こう、そのさっきの明治が言ったように、私がね、高価なものを、素晴らしいものを好きだったらね、素晴らしいものが私を呼んでくれって言うんですね。こういう人間にならないといけませんね。谷口正治先生が、レリジアスサイエンスのホナデ博士のね、成長のお会いになる前に、人生は心で支配せよっていう英語の本が出た時にね、神戸を歩いてらっしゃった。古本屋を歩いてらっしゃった。そしたら先生が歩いてられると、何の気なしにスーッとその古本屋入りたくなって入っていったら、一番よく見えるところにホナデ博士のね、ホルムズ博士のね、英語の本がパッとそこに目についてね、それに引き付けられにそれをご覧になって、それを買ってきてお読みになったのが、人間の心の世界っていうものをお知りになる人と、大きな動機だったんですよ。それでそれは、私がこの本があるということを知ってアメリカに注文して送ってもらうよりもね、ある人が、その、船員が買って船の中で読んで、いらなくなって神戸に来てそれを売ったのを、私がそこに引き付けられて買ったんで、誰かが、神様が私のところ持ってきてくださったと同じだっていうことをおっしゃったよね。それが成長の絵を発見される人の大きな動機になられたわけです。何もね、レリジアンサイエンスが元だじゃないんですね。そこよく誤解されるんです。そうじゃないんです。先生はそれをお読みになったのがね、一つの動機になって、心の世界を開発されたわけですね、ご自分の中で。だからそれが仏教の三害を有志の諸言っていうのと、心の世界に起こったことが全部現象に現れるっていうこのものと、その前に先生は精神分析を研究されたわけです。この三つが一つになってね、この自分の今まで思ってたことが、ホルムズ博士のその著書によって実証されたわけです。それだけのことなんですね。非常に、ですからね、皆さんね、自分の心を常にね、こう、高く清めておくとね、いいものに引き付けられるんです。変な心を持ってると変な方に引き付けられるんですね。それを気をつけないで。だから、深層感をして、毎朝心を清めとると、いいことが起こってね、いいことが引き付けられているんです。これは知っとられてね、だから豊かな心を持ってるとね、金儲かるところにも引き付けられるんですよ。人のもの取ったろう取ったろう持ってると、取られるところに引き付けられるんですよ。気をつけないからね。だからね、この人をね、人を幸せにしてあげたい。本当にね、人の役に立ちたい。私は人の役に立つ人間になりたいっていう気持ちを持ってるとね、そういういいものがね、自分とか入ってきますからね。そういうふうになさったらいいですよ。金儲けのコツはね、人の役に立ちたいっていう心を持つことです。これがもう一番のコツですね。自分が儲けたいと思うんじゃなくて、なんとかして自分の才能を通して人の役に立ちたいっていう気持ちを持ってられるとね、そこから与えられるんですよ。それを皆さんがね、お持ちになったらいい。心の中にそういうものがなきゃダメですよ。はい、それでその次行きましょう。しかし、その時こそ我々がその起こるかもしれぬ、その不幸から逃れることができる唯一の時であります。まだね、形に現れてない時がね、避けることができるわけですね。ここでテープを裏返してください。ここでテープを裏返してください。それでその次です。ある不幸な事件が心の世界に作られる順序を見ますと、この順序を知ってくださいよ。どういう事件が起こる時の順序です。これはとても大切ですよ。不幸な事件が、この、
作られる、心の世界で作られる順序、これを知っておられてね。それは大勢の心の思いの思いが種となって、類をもって集まるの心の法則により、この二つ、いいですか？大勢の人がですね、心の思いが心の種になる、思いの種になって、類をもって集まるの心の法則により、類似した思いばかりがもやもやとガスのようにまだ形が定まらないで集まります。それが大きく集まって一段となってくるにつれて類似した心を引きつける磁石的引力が増加してきます。ちょうどそれは月よりも地球の方が引力が強い、地球よりも太陽の方が引力が強いようなものであります。それはまだ事件としてのはっきりした形を備えていないけれども、その類を引き寄せる力はかなり遠方まで及ぶのであります。遠くにいる人もその引力を感じて近寄ってきて、その事件の構成する一人物になります。しかし一方、その起こるべき事件とは心の波長において一致しない人は、その事件の波及する距離以外にいると、なんとなく不快な落ち着かない気分を感じて、その距離以外に遠ざかっていくか、あるいはその距離以内にいても、何者かの庇護によって、その不幸な事件に巻き込まれない位置に身を隠していることになるのでありますからね。これ非常に面白いところですね。関東の大震災、大震火災の時にでも、わざわざその前日地方から上京して、震災の洗礼を受けて死んだ人もあれば、その前日関東から地方へ移転して、離災を免れた人もあります。震災で丸焼けになった人で再び立つことができない経済的不運になった人もあれば、一時は丸焼けになったけれども、それが当時あまり芳しくなかった過去の職業を投げ打って、将来大いに成功する新事業を始める動機となった人もあります。一つの事件に対してでも、人それぞれの心の磁石的性質によって、その事件の圏外に飛び出す人と、その事件の圏外にいて危害を受ける人と、その事件によってかえって一層幸福を受ける人とがあるのであります。だから単に未来に起こる事件が予知できたからとて、その人は必ずしも幸福になるとは決まっていないのでありますからね。だから、もう自然にね、なんかこう悪いことが起こりつつあると、そこへこう引きつけない人とね、そこから晴れのわけない人とあるわけですからね。気をつけなきゃいけないね。だって、P. ハーワーでは記者が感じている人もあるかもしれません。P. ハード夫人は心の世界において起こってしまった事件を予知したのではありません。夫人はただそこに起ころうとしつつある事件の心的雰囲気を感じて、夫人自身の心的性質がその雰囲気に引き寄せ、その雰囲気に近づこうとすると、なんとなく不快になるので、旅立ちをやめて、その危険に近づけなかったのであります。もし誰でもこういうふうに心の世界でまだ漠然とした雰囲気だけであって、はっきりと形を備えていない間に心の反発を感じて避ければ避けられるのであります。もし P. ハワード夫人がその記者に乗って記者の転覆にあって重傷を負うような事件を正確に霊感とか霊夢によってはっきり目撃したのでありましたら、その事件は心の世界ではすでに起こり済みであるからこそ見えたのでありますから、夫人はいくらそれを避けようと努力しても、どうしても拒まれない事情が発生して、その記者に乗ることになり、その記者は転覆して予知した通り危害を避けることはできないのでありますもんね。ここが我々にとって最も注意を要する肝心なところで、我々が未来の不幸を避けるためには、その不幸を予知する霊感などはいくら持っていても何の役にも立たないのであります。これ筋取ってください。これ大事なところです。だから発見に見せてもらったりね、あんなことしないこと、もう本当につまらないでしょ。そんなことしたってね、もうこうなるだろうなんていくら言われたってダメです。そんなことはね、予知された未来はすでに起こり済みであるから、それを取り消す道はない。それを取り消そうと焦るのは、活動写真の映写機に一定の事件のフィルムをかけて、活動写真を写しながら舞台面の映画を消しゴムで消そうとするのと同じであります。こうなっていくと、おかしいことですね。現実世界という舞台面にこんな事件が映ってはいかぬと思うならば、ここを尊敬してよ。だから考えないこと、絶対あること考えない。お母さんが癌になったから私も癌になるんじゃないかなんてなこと考えちゃいけませんよ。お母さんが癌になったって自分が癌にならなきゃいかんということは一つもないんですよ。そういうことね、親がね、僕のところに来た人で
今でも覚えてるけども、48になるね、まあ数えだったけど、48になる奥さんが来てね、妊娠したんだけど、おろしてくださいって僕に来たんですよ。で、私はね、戦前でもあるし、僕はおろすの嫌いでね、嫌だって言ってね、人殺しだから嫌だって言って頑張った。産んでもいいでしょうか。いやー、大丈夫ですよ。48歳、妊娠したということはね、神様があんたね、子供を産めるからね、妊娠したんであってね、いくつになって妊娠したっていいじゃないですかって言われた。そしたらね、この年になってね、どうしても嫌だから下ろしてくれって言ってね、言うから、もう下ろさんって頑張ってね。どうしてもあんたは子供育てるの嫌ならね、誰かにもらってあげるからね、もらってもらってあげるから、子供が欲しくて困ってる人もあるから、産みなさいって。どうしてもって言うんですね。嫌だ嫌だって。よく聞いてみたらね、なんていうか、48歳の時にお母さんがお産をして死んだから私も死ぬんじゃないかと思って恐れてるって。48の時お母さんがお産して死んだってあんたが死なないといかんことないでしょって。先生、保証してくれますかって。これ困るね、こういうのは。わしは保証せんって言ったのに。そんなことはね、先のことはわかるかって言ったの。神様は妊娠させたんだから、生命っていうのはね、そんなもんじゃないんだと。妊娠したってことはね、神様はね、妊娠してもね、いいから妊娠したんだからね、産みなさいって言って頑張った。そしたら、とうど私が頑張ったらね、出産しましたよ。私いろんな話してあげたの。死ぬときはね、道通っとって上からね、石が落ちてきて死ぬ人もあるしね、この間も話したようにトンビがね、亀を落としてね、額が割れて死ぬ人もあるしね、あの頭の剥げた人がね、のっぱらで寝とったっていう話があるでしょ。あれ面白いね。そしたらね、トンビがね、亀の尻尾を捕まえてね、上舞い上がってぐーっと行ってね、石へぶつけようと思ったけど、のっぱらでなかったって石が。だから寝てる人のこれを石と間違ってね、トンビを狙い定まずスーッと落としたって言うんだよ。亀がね、頭に当たって割れて死んだって言うんだよね。うっかり寝とられんよ、皆さん気をつけな。そんな話もあるんですよ。トンビがね、亀ぶつけて死ぬっていう話もあるんだからね、ハゲ頭やね。私はあの話聞いた時ね、人間死なんてものはどうして起こるか分かんないと思ったね。雷にね、パタッとこう会って死ぬ人もあるしね。そうかと思うとね、もう死にかかったっても生きかかってくる人もあるしね。だから、私はそんな話をうんとしてあげたの。絶対大丈夫だからって言ってね。だからそう言ったらね、その人産みましたよ。そしたらね、簡単に産んじゃった。ポロッとね。それであんたね、子供ができたらね、可愛がるんですよ。あんたいらんちったじゃないのって言ってね。わしがもろたろって言って、ちょ、冗談じゃないって言ってね。もう絶対離さないんですね。産んでしまったら可愛いんですよ、みんなね。だってね、お母さんですからね。私はあの時なんかでもね、本当にね、いいことしたと思ってね、一人子供が生まれたと思って喜んだんですけどね。だからね、お母さんが48でお産して死んだから私も死ぬんじゃないかって恐怖心からそれを、だったんですね。だから皆さんね、そういうこと考えない方がいいんですよ。親が癌になったから自分も癌になるとかね。親がね、どうだからね。それはね、遺伝というのはね、親と同じ心を持ってると同じ病気になるってことなんです。親が頑固でね、チューブになったらね、チューブが移るんじゃないんです。子供が頑固な心を持ってるからチューブになるっていうことなんです。同じ心を持ってるから同じような病気になるっていうことです。ですから、心が全然親と違ってたらね、違った病気になるわけでありましてね、ちっともそんなものは心配することない、病気にもならないし、健康にもなるわけですね。健康になるわけです。だから、ここにね、その次、いよいよね、悪運を避ける方法がここに書いてあります。他の人々が集まって、そういう事件の頃の昼も合作しそうであったら、自分だけ類でないものは反発するという法則によって、そのフィルムに入らねばよろしい。類でないものは反発する。これこそ我々が悪運を避ける唯一の法則である。こういう数字。いいですか、数字。ただ、唯一と書いてある。ただ一つの法則である。これが法則なんですよ。この唯一と書いてあるところ よく気をつけてくださいよ。ただ一つの法則なんです。これ以外の法則はないんですよ。もう一度言いますよ。類でないものは反発する。これこそ我々が悪運を避ける唯一の法則でありますと書いてあるでしょ。ただ一つの法則なんです、これはね。悪い事件が映っている心のフィルムに自分だけ映るまいと思うならば、自分の生命にその悪い事件と親和し、互いに引き合うようないろいろな心持ち、暗い心持ちとか、鋭い心持ちとか、人を、心で人を刺す性質とか、窮屈で人を入れない性質とか、恐怖の感情とか、取り越し苦労の感情とかを捨ててと書いたんでしょ。これがみんないけない方、ここが筋引かない方がいいね、こういうのは。悪い方には筋引かないんで。その次、いいですか？朗らかな、明るい、愛深い、人を咎めない、許しの深い、寛大な、平和な、落ち着いた、角のない、円満な、自信のある、自分を神の子として、神と一体であると信ずる心を要請すればよい。皆さんできますか？これ。もう一回読みますよ。なかなかね、明るい、愛深い、人を咎めない、許しの深い、寛大な、平和な、落ち着いた、角のない。なかなかね、大変だね、これ。
円満な自信のある自分は神のことして神と一体であると信ずる心を養成すればよろしい。これね、ここに数字取ってください。これね、皆さんね、ご自分のうちへね、これ一つずつ書いてね、小さい紙に書いて貼るといいんです。明るい心、愛深い心、人を咎めない心、許しの深い心、寛大な心、平和な心、落ち着いた心、数のない心、円満な心、自信のある心、これね、書いておくんですね。こういうのを書いてね、貼るといいんですよ。いいですか。これ僕が読んだ時、とてもこれはできそうもないと思ったね、最初。だから先生がちゃんと書いておくね、その次に。これだけの心の準備ができるならば、自分の周囲が、自分の周囲にどんな不幸な事件が起こってきても、自分だけはその不幸な事件の映画俳優の一座に加えられず、一緒に不幸の分け前を味わわねばならぬようなことはなくなるのであります。こう申しますと、なかなか煩雑な種類の心の修養をしなければならぬようで、この忙しい世の中にとても我々には実行できそうもないと思われる方がもうあるかもしれませんが、これを一つの根本原理に還元しますと、決してこの修養は皆さんの想像されるほど煩雑ではないのである。この修養の根本原則とは、自己が神の子であって、自己の生命は神の霊であるとの事実に目覚めることである。こういう数字と。これは根本の。素晴らしいですね。ただ簡単なことなんですけど。自分が神の子であって、自己の生命は神の霊であるとの事実に目覚めることであります。この事実に目覚めるとき、我々は心の根本において神の無限力に生かされているということを感じますから、おのずから心が、そこまで数字とってください。この次ね。この事実に目覚めると我々は心の根本において神の無限力に生かされていることを感じますから、おのずから心が朗らかになり、明るくなり、寛大になり、愛深くなり、円満な平和な恐怖心のない取り越し苦労をしない人間になり、従ってどんな不幸も自分のそばを素通りして近づかず、幸福ばかり引き寄せられてくる心的磁石になるのであります。素晴らしいですね。もう一度皆さんね、このところいいですか。明るいっていうか、朗らかな明るいとかになりますね。明るい心はね、暗いものをね、波長が合わないんです。闇の中に光マッチ一本吸ってくるのに闇が消えていくでしょ。それと同じようにね、どんな暗い世界にでもね、自分が明るい心を持ってるとね、そのものは逃げていくんです。だから皆さんね、不幸せな人と話してごらん。もう自分の昔のもう不幸せなことばっかり愚痴をこぼしてね、難しい顔して同情されたようなこと、私はこんなんでこんなんで。もう話してるとこっちはくさびるでしょ。病人がそうね、病気のことをよう覚えとってね、先生私は生まれた時からずーっと覚えとんだね。何十年って話をするからこっちは聞くの大変ですよ。もうそんなことは済んだのが今の話しなさいって。僕らは個人層住んでますもんね。まあ先生私の話を聞いてください、2時間ぐらい聞いてもらうと分からんですよ。こっちはなるくさびるでしょ、2時間も聞いたら。あんたのね、昔のね、くたびれた話を2時間も聞いたらこっちも一緒にくたびれるからね。皆さんね、個人指導するときね、非常にコツがある。皆さんがね、人にね、聞いてあげるのもいいんですよ。いろんなことを聞いてあげることもいいけどね、一緒にくたびれちゃったら何もならないよ。よくそういう人があるのね。私はね、医者をしてたからね、そういうの実に上手なの。要領いいの。今あんたが一番困ってることは何ですか、一つ言いなさいって。これが一番いいんですよ。どんな困ってることがあるようでもね、一番困ってることは一つなんです。ね、こうまとまってくれますよ。一番困ってることです。それを聞いたらね、全体がそーっと分かってくる。病気でもそうですね。医者がね、診察するときはね、あそこも悪い、ここも悪いって、みんな悪いところがみんな あってもね、一番元はどこか、どっか一番元が悪いから、それが全部あっち行ったりこっち行ったりしてるんです。心臓が悪かったらね、足がむくんだりいろんなことが起こってくるでしょ。足のむくみ直そうと思ったら結局心臓直しちゃいいんですよ。そういうことでね、心臓がちょっとね、おかしかった場合には、ほぼにいろんなことが起こってくるんですね。だからその一番の悪いところはどこかっていうことを見つけるのが医者の一番大事なことなんです。だから足が腫れたからって足の腫れを治そうと思ってこういくら湿布したってこれ治らないんですね。その原因を見つけないと。だから私たちが個人指導するんでもこの人が今悩み起こってるのは
どこかってことをスポッと一つ見つけることが一番大事なのね。これが見つかると、非常にこう、簡単にほぐれてくるんですよ。だからあんまり長く言わなくてもね、コツが分かってくるね。だからこういうふうにね、この、我々がね、明るくね、ほがらかな心になることね。寛大な愛深いっていう心になっていくとね、あんまりそんなに皆さんね、難しく考えなくてもね、自然に幸せになりますよ。僕はね、明るい人間になってみるっていうのは、人はね、自分が明るくなるとね、明るい人が寄ってきますね。自分がプソッとしてると、プソッとしたのが寄ってくるね、やっぱり。あれは面白くないもんだね。だからね、明るい人間になれっていう。飛んで火にいる夏の虫って言って、虫まで寄ってくるね、明るくなるとね。本当ですよ、こう明るい頃になってみると、みんなから好かれますね。もう人間はね、僕は少々抜けとんじゃないかと思うぐらいになったら一人前だと思うね。この人と話してるとなんか抜けとんじゃないかっていうぐらい、そこからこう明るい人間になるのね。もうね、どんなことがあっても悪いことを見ないね、こう人間になっていくとね。これは成長の生き方ですね。平岡初恵先生の本の中に書いたんですよ。八門のね、あれのことを書いたね、ちょっと知恵の足らない人のことを書いた。あれ読んで僕が教えられたね、知恵が足らんちゅうけど、あのぐらい人を信じたら大したもんだね、本当に。嫁さんもらうんでも信じてもらってね、こんなのもらってきたんだからね。あれ素晴らしいね、嫁さんもらうって言って、嫁さんもらって八門だからもう誰も来ないのね、嫁さんもらってきて、嫁さんもらうって言って、その成長の教えた人が、お前調べんでもいいかって言ったら、人間はみんな神の子でっしゃろって言ったってね、教えられた通り言ったで、連れてきてみたら、あんたもう口を引きずってこうやってこうやったんだよね、こうやってね、それで顔こうやって、ほいでその教えた方がびっくりしてしまって、こんなのやっぱり調べればよかったと思ったっちゅう。そしたら、こんなの連れてきたかって言ったら、でも人間は神の子で病気はないんでしょうって言うんだよね。これどうやったらね、病気のない姿が出るかって。そしたら、観音を読んだらいいっていうことを教えたらね、その日のうちに自転車で買いに行ったっちゅう、何時間もね、買いに行って、もうとにかく字があんまり読めんもんだからね、何時間もかかって読んだっちゅうんですからね。とうとう読んでるうちに治っちゃったの、それが。偉いもんだね、人間は神の子で病気はないと信じたら、こんな治しちゃったね。そしたら、くれた方の親がね、こんなに良くなるならあんなバカにやるんじゃなかったって言ってね、これがまた欲の使いがつったと。こんなバカにやるはずじゃなかったって言ってね、呼び戻しに来たって言う。里帰りをさせてたよね。そしてね、その帰ってきたのは、その、八分だけ帰ってきた。どうしたんですかって言ったら、どうして人で帰ってきたって言ったら、帰ろうって言わんから自分だけ帰ってきたって。そんなことしたらろくなことない。また向こうでこうなったもん。なりますよ、そんな義理を書いたらね、やるの決まったら余計ひどくなってきたよ、こんなに。置いたら、またこれはこんなとこ置いといたら治れへん。またあれに頼もうっていう。それでまた、その八門に頼んでね、お経を読んでもらって治ってね。もう今度その時にその先生が言うてやったって。お前はこういうね、二度とこの男離れていかん。まだこうなるぞって言われたらね、そういったら恐れないで絶対離れようなんてね。その立派な奥さんがその人を育ってね、その人を信じてね、人から八門と言われても、夫は素晴らしいんだ、夫は素晴らしいんだって信じてね、それで、どうぞ、村会議員になったっちゅうよ。偉いもんだね、八門が村会議員になったんだから。あの話皆さん詳しく読んでから、もう僕あれ読んでね、もう感動したですよ。素晴らしいなと思って、あれね、平岡先生のお得意の話。あの話聞くと大概みんな涙ポロポロ流してね、本当にこう打たれるんですね。だからね、現象がどんなに見えてもね、その人の奥には神様の命が宿ってんだって、これが明るい頃なんです。人を見るのにね、こういう頃になったらね、自分が幸せですよ。いつも私言うようにね、皆さんが本当に幸せになろうと思ったら明るい頃になることね。心が、僕は皆さんにいつも申し上げるのはね、光があるでしょ、物があるね、
そうするとこう、光から物を見ると半分光って半分影に見えますね。それをここで、ここから見ると半分光って半分影に見えるわけですよ。ところが、ここからね、この影に自分が入ってみたら人の悪いところ、影がばっか見えるわけですね。ところが皆さんが、自分が光の中に入ってみてください。みんな相手が光って見えるわけ、ここの中に。自分の心の中に光を持っている人は、人の光しか見えないんですよ。これが明るい心なんです、根本に。だから人の悪いところが見えるっていうことはもうすでに自分が影にいる証拠です。影にいる証拠ね。自分の心が暗いから人の悪いところが見えるんです。谷口先生がね、言われたことある。僕はもう驚いたね。成長年入ってね、病気を治す名人ができることがある。もう非常に病気治しの上手な地方講師ができる。病気をね、治してね、それはいいことだけどね、よく気をつけなきゃいけないのはね、病人がね、その人のところにたくさん寄ってくるっていうことはね、やっぱりその人の心に病気もあるんですよって。あるから病人が寄ってくるんですよ。病人のところ喜んで行く人はね、やっぱり自分の心に病気があるんですよ。で、波長が合ってるんですよってこういう。人の病気を治してあげるの親切だと思ってるけどね、そこになんかそういうものがあるんですよって言って言われたことある。はぁ、これは病人が近寄らない心にならないかなと。僕は医者しとったからよっぽど好きだったんだね、病人が。やっぱ産婦人科だから女が好きだったのね。これはもうしょうがない。谷口先生に言われたからもう、前に話したでしょ。私がね、本部へ入った途端の時よ。谷口先生がね、本部講師になった、その時、十何人いたでしょ。みんな試験されたわけね。先生のご講習会の時に、30分ずつみんな本部講師ずっと喋らした。僕はやったね。夫婦調和の道っちゅうんでね、まあ得意になってセックスの話ばっかりした。まあ上の話はどっか行ってしまって下の話ばっかりしたね。あらまあ、それになると止まらんからね、口が。パーってやってもうみんな喜んで、まだ聞く方も嬉しいんだね、あれまた好きなんだから。はーいって喜んで喜んで、ばば湧いてね、帰ってきて、帰って先生のとこ行って、どうもありがとうございますってね、いかがでございましょうかって言ったらね。先生が僕の顔じーっと見て何ちゅうわれか、君はよっぽど好きだねちゅうわれてな。あんながっかりしたことないわしは。調子のいい話してみんなが喜んだと思ったら、君はよっぽど好きだ、セックスの話するな、セックス好きだからするんだな。その時気がついたね。それからやめようと思ってけど続けたね、しばらく。そう言われて本当そうなんね、自分が好きなんですよ、結局喋ってるってことはね。それからね、私は意識するようになってね、だいぶこの話が変わりましたよ。だからね、病気を治す人はね、やっぱり自分も気をつけなきゃ、自分もね、だから病気を非常に病気を治すのは非常に上手な人はね、よく自分も病気になる場合があるんです。これは病気の頃持ってるっていう場合もあるのね。だから気をつけないといけない場合がある。だからね、肺病の治った人はね、肺病を治すのとても上手でしょ。癌の治った人は癌治すのとても上手。僕は夫婦喧嘩直すの上手。やっぱりね、自分でね、その、家内は一つも喧嘩しないんですよ。僕は勝手に喧嘩しとったんだからね。家内のこう、悪いとこ見てね、自分でもガーガー言っとった。家内は非常にそういう点はね、もう信仰を持ってるしね、素晴らしいんですよ。僕の方が悪かったのね。それでそういう争いになって、争いって自分の心で守ってた。それでね、よくわかるんです、いろんな人の気持ちがね。それでね、夫婦が争ってるような人がね、もう、だから僕のところ来るったら夫婦喧嘩の話が多かったね、セックスの話と。好きなものが寄ってくるわけですよ。自分の経験したものが寄ってくるわけですね。それからね、私はもう、これから自分の心を変えてね、もう本当にそういう面でね、こう、自分の心が変わった明るい心になってくるとね、やっぱり違った人が集まってくるね、こう、自然にこうなってくるわけです。ですから皆さんね、結局寄ってくる人が寄ってくるっていうのは自分の頃には波長になった人が寄ってくるわけです。貧乏な根性を持ってると貧乏人ばっかり集まってきますよ。金持ちのね、豊かな心を持ってると豊かな友達がたくさんできてくるんです。これは不思議なもんですね。豊かな心を持ってる人はね、豊かな友達ができてきます。不思議なもんです。だから私有会でもね、会長さんが豊かなね、人はね、そこに豊かな人が集まってます。会長さんがね、このなんとなくね、こう、貧乏くさい感じの思ってる人はね、そこにやっぱそういう人が集まってくるんですね。不思議なんです、これは。ですから、もう日本だったら、信徒が300万もいますからね、いろんな集会があるわけです。だから会長さんが変わるとね、
急にその会が変わってくるんですね。不思議なもんですね。会社でも社長が変わると変わってくるでしょ。同じことですね。そういうふうにこう、変わってきます。あ、それから皆さんに忘れないうちに一言申し上げておきますが、皆さんもうすでにご存知の通り、日本は あれですね、選挙は参議院の選挙があって、社会党とかね、共産党の方が、ああいう方が全部勝ってね、自民党が負けるんじゃないかって言ってたのがね、僕はラジオでね、日本のラジオ、テレビをラジオ 毎朝聞いてるんです。そしたら自民党が勝ちましたね。過半数を得ました。でも共産党と社会党が減りました。公明党と民社党が増えました。ですから玉木さんはね、今日清張先生にお伺いした第4番目で通りました。100万を超えました。104万かと、101万かなと言いましてね。今度は僕は玉木さん大臣になると思います。今度のチャンスは大臣になると思います。福田さんがの参謀みたいな仕事をしてますのでね。非常にもう玉木さんという方は今政治力がある人で、福田さんから非常にこの信頼を受けてますからね。まだ大臣になってから総年が入ってないから今大臣になってませんけど、今度は大臣になるチャンスができて、100万超えた票を取ってるとね、それだけ力があるんです。その人を推してる人が多いっていうことになりますからね。非常に力が出て、今度は大臣になるチャンスができたって僕は今非常に喜んでるんです。あの人はね、面白いんですよ。今からね、玉木さんっていうのはね、だいたい一番先にね、成長の絵来たのはね、三木さんがね、前の総理大臣の三木さんが成長の絵だと読んでたもんだから、青年時代から読んどったから、玉木さんが喧嘩ばっかりしてしょうがないんですね。お前ちょっとこの谷口先生ご講習に行ってこいって言って生かしたんですよ。その時から心が変わったんですね。で、最初はね、成長の絵を利用して参議院になったろうと思ったんですよ。だからね、玉木と書くけどね、玉木でね、玉木とこう書くんだけれども、これがね、ちょっと抜けるとタヌキになるんだ、これ。ね、ちょっと引っ張りすぎたらタヌキになる。それでね、その話をして歩くんですよ。私はね、本当はね、最初はね、成長年に信者になろうなんて来たんじゃないんだと。ちょっとここを抜いてね、タヌキだったっていうのね。しかし今はこれを、その尻尾を切りましたって言っとったね。ほいで、玉木になったって。ほいで、あの人がね、落選して落ちた時ね、その次から第2回目のね、時に、玉木さん、あんた、今度、参議院出んのかって言って、僕は言ったんです。まだ若いんですが、ね、40歳ぐらいの時ですね。そら先生出たいんだけども、誰も出ろって言ってくれないっていう成長ないでね。それじゃあ一つみんなで早く決めて、あんたは参議院に決めて早く運動しなきゃまた落ちるよって。もう一つやらなきゃダメじゃないかって言って、私がいろんな方に申し上げて、谷井先生にも申し上げてね、玉木さん出そうということを決定してね。で、とにかく玉木さんだって知らないでしょ。タヌキだか玉木だかわかんないし。それでじゃあ僕と一緒に歩こうと。僕が集まったら日本中一番集まるからって言ってね。ここでブラジルへ先生とご一緒に行った時のね、今からずいぶん前、世界一周された時の8ミリの16ミリの映画を持ってね、映画を持ってね、それで玉木さんに一緒に行ってね、行ったんです。そしたら重い映写機をね、あっさらあっさら担いで、僕の下になってね、政治家なのにもう一緒に来てくれましたよ。俺、玉木さんがね、僕は総理大臣になるまで先生のカバン持たせてくださいって言うからね、今でもね、だから僕が行くとね、こう持ってね、いやーもうあんたみたいな大議士に持ってもらって困るって言ったら、いや、先生には恩がありますからなんて言ってね、そういう気持ちでいてくれるんですけどね、本当にね、あの人と一緒に歩いて、僕はね、玉木さんね、とにかくね、あなたがもし成長の絵を利用してね、成長の絵で当選してね、成長の絵を欺くようなことがあったら、私は消費せんぞと。わしが小選挙より神様がね、あんたをね、生かしちゃおかんよって言ってわしはね、よく言ってね、本当に神様をね、利用するような心を持ったら絶対ダメだよと。そんな気持ちであんた信仰ってものを持ってね、それで大事になったらね、あんた何の役にも立たないよと。もう二度とせに政治家としてね、出ることできないんだから、本当に成長の絵をね、信じてね、信者になりなさいって言ってね、よく話してね、もう始終話しましてね、今もう素晴らしい信者になってくれてるんです。で、あの人は素晴らしい人ですよ。だから私もね、非常にあの人と
意気投合してね、大きな いびきをかくんですよ。絶対僕の隣に泊まらないね、遠くの泊まるね。部屋はね、日本の宿だったんで、往復いびきなんだ、あの人。海外は片っぽで、カーッ、うんって言うでしょ。そこら、カーッ、ほら、これは叶わんですわ、それはもう。往復いびきをかくのね。まあ、これが持ってたら大変だけどね、こんなテープを持ってて。まあ、構えませんけど。もう、それはすごいいびきかかるんですよ。ほい、だからね、僕が泊まるとね、隣絶対来ない、どっか行っちゃいますよ。先生が寝かれなんだら明日困るから言ってね。いや、実にいい人ですね。素晴らしい人でね。今、福田さんの本当に信頼されてる一人でね、今度はあれにならなかったけど、もう必ず大臣になるチャンスがある。非常に安定した政権になってきましたね。もうこの3年間はかっちり安定してくるし、特に共産党がね、減ったっていうことは、これは、日本の国民はやっぱり知ってますね。本当に日本人はね、そういうようなことを知って、口だけ下げてごまかされない時代が来たと思ってね、僕も喜んでるんです。やっぱりこう外国にいますと日本の政治が安定するっていうことは嬉しいですね。日本がどうなるかわからんと思ったらなんとなくこっちまで不安になってきますね。本当に日本の政治が安定してもらいたいっていう気持ちを常に持ってました。今度あんまりね、新聞があんなこと書くもんだからね、どうなるかと思ったけども、素晴らしいことになって、心から感謝しています。それでその時ですね、とにかくね、自分が神の子であるっていう、神の子であり、神の生命のね、神の霊であるっていうね、ことを信ずること。では、自己が神の子であって、自己の生命は神の霊であるという事実に目覚めるにはどうしたらよいかという一つの秘訣を申します。常に言葉の力で私は神の子であるという思想の種を自分の心に植え付けるようにするのであります。ここに筋を取ってください。この成長の絵の素晴らしさは言葉の力です。植え付けるようにするのであります。それいいですか？その次ね、道を歩くときにも、神の子が今歩いている。と低声で言って、その言葉の通りに思って、神聖な罪に汚れない本物の自分を心に印象するようにします。往復の電車に乗っている小さな暇を利用して、私の神聖は神である。神こそ本当の私である。だから私は恐れない。と自分だけに聞こえる声で自分自身に言って聞かせます。人に面会する前にも、私は神である。神が我が父である。父と子は一体であるから、我がなすは父がなしたものだと言葉に出して数回繰り返し自分に言って聞かせて心に自信力を植え付けてから会うようにします。するとその一回の面会 には失敗してもだんだん人に面会するには自信ができてやがては素晴らしく成功するようになります。結果は急いではなりません。要するに神と我とは父と子のことの関係であって、自分は神の無限力に講演されているという意味の言葉を、暇あるごとに、機会あるごとに、言葉の力で自分自身の心の奥底に畳み込むようにするならば、この自覚の深まりに従って運命が開けてくるようになり、心が一体の真理がいよいよ深く心の底に目覚めて、心全体が照り輝くようになりますと、類をもって集まるの心の法則によって、どんな時にも明るい運命ばかりが、自分に吸い寄せられてくるようになり、もう善との予感力が欲しいなどという欲望が全然なくなってしまうのであります。これ素晴らしいですね。いいですか皆さん。だからね、朝起きた時でもね、道歩いた時でもね、ドライブする時でもね、いつもね、私は神の子である、幸せになるのだとかね、いいことを言うといいんですよ。だからね、道歩きながらね、今は神の子が歩いてる。神の子が歩いてるってね、そういうふうに言うといいの。ね、なんかね、自分が歩いてると思わないでね、神の子が歩いてる、神の子が歩いてる。あるいはね、その、なんか、もう自分も偉大な人間であると。もっともっと素晴らしい人間だと思うと思って思えない時あるでしょ。私は随分やりましたよ、最初ね。もう今でもやりますけどね。こう道歩きながらね、まああんまり人が聞こえるようにね、聞こえたらみっともないから、こう、ちゃんとこう見回してね、こう。
だってやっぱりね、こう自分で自分に言い返すときね、あんまり調子のいいことを言うのにね、こう人がこう見てると具合悪いからね、ああいうとき歩くのにね、あんまりちょこちょこ歩いたらダメね。こう悠々と歩くとね、こう歩きながらね、俺は偉いんだ。俺は偉いんだって、ちょっとこう道はねやって。やりましたね、僕は随分。初めはね、調子が悪いね、偉いんだって、さっぱり偉いの気がしない。しかし、これやなきゃと思ってね、偉いんだ、偉いんだ。俺がおらんと世界は収まらんって言ってね、こう、大きなこと言って歩くんですよ。気持ちいいですよ。パワーですからね。一番もっからん。はい、一番気持ちよかったのはね、世界中の女がみんな足に惚れとるって言って、こうね。そんなことどうでもいいじゃないですか。そう思えばいいんだから、何も。何もそう、直接こう触ってくれとかなんとかじゃないんだからね。みんなが足に惚れとるっていうのはね、愛してくれとると。それはね、結局自分が愛しればいいんですよ。世界中の女性が愛したらね、世界中の女性が自分を愛してくれてるという気持ち、同じですからね、男だって何でもいいですよ。だけどね、やっぱり女の人がね、惚れとると思うと気持ちがいいね。世界中の女が足に惚れとるっていうようなことを言って歩いてるとね、ぜひじゃあ恥ずかしいからこうね、やっぱりこうね、周囲を見回しながらね、ほいよって言われてね、ずいぶんやりました。そういうのはね、あんまり家内にも言わなかったけどね。まあそんなこと言う必要はないよね、黙ってね。あれから自分は素晴らしいとか偉いとかね。それから、成長に入って、もう本部講師になってから、私はね、偉大なね、講師になりたいっていうね。もうどうせね、講師をするならばね、もうとにかく谷口先生のお弟子としてね、恥ずかしくないだけの立派な講師になりたいっていうね。先生から給料いただいて、先生から生活をね、させていただいて、それでこの話をしてるんだからね、これはプロなんですよ、いわゆる。いわゆるね、アマチュアじゃないんです。プロなんですね。プロっていうのは厳しいんですよ。野球だってね、楽しみにやってるときはね、それは負けようが勝つ方がいいですよ。しかしね、神様からお金をいただいてね、その仕事を自分がやってる以上ね、これはプロなんですね。プロである以上ね、やっぱりプロに価値のあるね、人間にならなかったらね、僕はいつも言うんです、若い人にね、プロなんていうことはね、恥ずかしいの思っちゃいけないと。あんたはね、神様から、谷口先生を通してね、神様からお金をいただいて、生活を保障していただいてね、それでね、人を寸胴にね、あんた携わってるんだったらね、プロなんだと。プロがいい加減のことはね、済まされないよと。絶対にアマチュアに負けないだけのね、素晴らしさを持たなきゃね、あんたはプロと言えないよって言ってね、いつも言ってね、生かして、自分もそう生かしてね。そしてね、その時にね、やっぱり自分に寄付しなきゃ立派にならないと思うんですよ。それでね、私は、その時でもね、いつもこうしてね、私は偉大な宗教家である、偉大な宗教家であってね、私は宗教家っていうのはあんま好きじゃなかった。だから宿で泊まってもね、医者と書いてみたりね、医者と書いても今やっとらぬくせにね、医者と書いてみたりして、宗教家って書かなかった。その時私は、谷口先生のお弟子でありながら、私が宗教家と書くのは恥ずかしいなんて心持ってることにすでに間違いがあると。堂々と宗教家と書いてね、自分がね、誇りを持ってるような人間にならなきゃいけないと思ってね、それから絶対私宗教家と書くことにしたんですよ。そしてね、プロであるっていう意思を持ってね、テープレコーダーに吹っ込んでね、お前は偉大な人間である、お前は素晴らしいんだってね、いいことばっかりね、書くのくたびれましたけどね、たくさん書いて30分裏表を吹っ込んでね、夜寝るときそれ聞いてねんの。気持ちがいいよ、褒めてくれるんだからね、自分を。他の人は褒めてくれないから自分で自分を褒めてるの。あら、いい君、それ寝ると、聞きながら寝ると、カーッと寝るのね。それがないと寝られないんだよ、しばらく。あら、いい気持ちでしたね。それからもう自分の気持ちがぐーっと変わりましたよ。よし、俺はもうね、もう絶対ね、谷口先生の弟子として恥ずかしくない人間になったろうっていうね、決心をしてね、勉強を始めましたね。非常に勉強して始めました。やっぱりね、そういうふうにね、心の中で決まってくるとね、それは行動に出てきますからね。私は神の子である。偉大な人間である。素晴らしいんだってことをね、言いながらね、歩くといいでしょう。人に聞こえないようにね、こう耳に聞こえる程度でいいんですからね。力強い声でね、言い聞かしてね。いや、それが寝分けね。寝る前に言うとね、一晩寝てる間中ずっとそれが続きますからね、これ非常にいいんです。で、朝目が覚めた時ね、この、ちょっとした暇はね、見つけてなさる。お風呂に入りながらね、変な歌を歌うより、私は神の子は完全、まあ、素晴らしい、素晴らしいって言いながらお風呂入ったら、それだけの時間違うでしょ。何を教えられるよりその方が素晴らしいわね。もうそういう、もうね、ほんのちょっとした暇を見つけてもね、そういうふうにされたらね、自分の運命変わってきます。そこまで読みましょう。
なぜならもうその人は運命に対して不死身となり、何事が起ころうとも自分にとって悪いことは一つとして起こらないという大確信に到達するからで、これは素晴らしいですね。確信は心の世界における運命のひな型で、この世の出来事は全てこのひな型の通り出てくるのであって、悪い確信を持てば運命が悪くなり、良い確信を持てば運命が良くなることは免れがたい事実なのであります。だから私は必ず良くなるんだという確信を持つことですよ。どんなことが起こってもね、私は運命が良くなるんだ、神の子だから良くなるのが当たり前だっていうね、信念をね、確信を持っていただくというね、これはね、深層感とね、言葉の力です。深層感と言葉の力ですね。聖教の読書とね、それが一番大事だと思います。では今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。